ベンチュアル女子大生の知恵がユージとジョイを同時に見たらどうなる。芸能界屈指のキャラかぶりと言われているこの2人、そのオーラや人間性を徹底比較。知恵が見た2人の将来性はどっちが上か。そして本当はどっちがリードしてるか見てます。場合によっちゃ片方引退ですか。なんとこの戦いの敗者が芸能界を引退。知恵の不思議な能力で決着をつける。さらに大好評あやかり待ち受け第2弾、設定するだけで運気が上がると話題の待ち受け画面を大公開。一応彼氏ができました。友達が結婚できたのか。この番組はスピリチュアル女子大生の知恵が会いたい芸能人のもとを勝手に押しかけ、彼らの悩み事や未来の姿にちょっとだけ首を突っ込んだりして幸せの種をまくスピリチュアルバラエティ。今回の押しかけターゲットは大木の素朴な疑問からブッキング。どうなんだろうね。じゃあそのキャラが被ってるって言われてる人っていうのはオーラも似てるんだろうか。でもあんまり比べたことないからわからないです。だったらもうキャラ被ってる人のとこへ直接行って、はい、今日は本当に2人がもうオーラの段階から一緒なのか、オーラ以外も被っちゃってるのか。被ってる人のところを押しかけるんですか。そう、これ結構ね、はい、この2人は結構間違えられてる。一緒じゃねえのって思ったぐらい。誰だろう。ということで大木は芸能界屈指のキャラかぶりな2人を緊急招集。オーラの色や健康状態、そして芸能界での育成を徹底比較する。大木は2人のターゲットを呼び出した。まずはどれだけキャラがかぶっているのか検証。全く同じ状況の楽屋に隠しカメラを設置し、2人の様子を覗いてみることに。ウォッチングとか初めてです。もうこれ盗撮なわけですか。盗撮でしょうね。もういいんですか。やばいんだよ本当は。待つこと5分、最初にやってきたのは、はーい、はーい、よし来た。あ、こちらユージですね。あー、おー、ターゲットは外国人の父を持つイケメンファッションモデルでありながら、そこそこ面白いからテレビに出ているユージ。一方そんなユージとキャラが被っているといえば、こっちも来た。ジョイが今控室に入りました、ね、あー、ジョイさんが。ユージと同じく外国人の父を持つイケメンファッションモデルでありながら、そこそこ面白いからテレビに出ているジョイ。キャラかぶりの代名詞といえばこの2人、果たして実際はどうなのか。楽屋で素の行動をチェックすると、 OK、 携帯鏡かなこれ。恥ずかしい。鏡控室でも帽子をかぶり直したよ今。一方、楽屋に入ったジョイは、あ、すぐ鏡だ、ジョイも、ほら、うわー、かぶってますね。もう待ち時間にはすぐやっぱりヘアスタイルチェックが入るんだな。楽屋に入った2人は、なんと鏡を引き寄せヘアチェックでシンクロ。気づいた？髪の色変えたの。気づきます。いや、気づいてないでしょ。気づきましたよ。一言も言ってないじゃん。だって5時間ぐらい一緒にいるのに。あ、マネージャーに俺の髪型変わったの気づいてんのかよと。女の子みたいだね、こういうとこ。ね、気づいたのかよつって。いや、マジちょっと、それ一番一緒にいる時間が長いわけだから、純粋にそういうの気づいてもらわないとやっぱ困るよ。はい。なんかずっとその髪型に気づかなかったマネージャーに厳しいね、ジョイは。そうですね。この後、ユージとジョイが奇跡のシンクロを連発。そして2人のオーラの色、未来が知恵の不思議な能力で明らかに。キャラかぶりのユージとジョイ、
果たしてどれだけ被っているのか。ユーじゃなんかあの肘置きのとこに腰掛けて、はい、ずっと携帯見てんのかなこれ。ジョイはでもほらスマホとか見ないんだね。そうみたいですね。出したこれ出したよ今。携帯これ。携帯ですね。え？なんかジョイさんが。ジョイはあれ何拭いてんの？携帯拭いてんの？携帯拭いてる。ウェットティッシュで？はい。潔癖症だ。結構貴重めなんだな。座ってる人もほぼ一緒だよね。さらに、あ、またジョイが鏡を直してファッションチェック。ストレッチ。ストレッチですね。あ、伸びをするタイミングも一緒ですね。うわすごいし、体勢は違えど一緒ですよ。すごい。髪型チェック。座る場所。伸びをするタイミングまでかぶった2人。さらにこの後2人が奇跡のシンクロを見せる。Could you tell me the way to the library? 歌いだした。渋江が言うじゃん。ジョイさんが歌いだしました。ジョイ歌ってんのかね、これはね。タイミング一緒。Could you tell me the way to the library? なんかライブラリーっつってんの。 Could you tell me the way to the library? もはや被るという次元をはるかに超越していたユージとジョイ。最高かも。かぶり疑惑が実証されたところで早速ターゲットにネタバラシ。どうも。こんにちは。いやいやいや、ジョイさんどうも。こちら女子大生ちえちゃんです。初対面。初対面。初めましてです。どう生ジョイは。いや笑ってんじゃねえよ。生ジョイ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 全部言いたいっていうか、じゃあしょうがない、それはもうじゃあ見えちゃったらしょうがないねって話をさせてもらって。させてもらってじゃなくて、いやだよ、こちらの意見もあるわけだから。今日させてもらって、いや今日はかお願いします。今日実名でお願いします。実名で。実名で何を。実名で見えた場合実名で。やめろー。おちゃー。見えた場合。ただやっぱジョイやっぱかぶっちゃってるね。かぶってますね。やっぱりジョイがかぶってかぶってかぶってます。ちょっと一緒に行こう。行きましょう。チェイちゃんも一緒に行こう。そのかぶってるとこ行こう。かぶってるからかぶってる。かぶっちゃってる。その話じゃないですよね。そっちのかぶりも今日見えちゃいますね。いや俺かぶりだ。お邪魔しまーす。え、ユージー。あれちょっと待って、どうこれ。え、ちょっと待って、あれよ、ジョイのかぶってる相手は。あれお前何。いやいやいや何自分で何してんの。ちょっとやっぱジョイとユージがかぶってると、いろいろと、はい、じゃあそのかぶってる2人っていうのがね、はい、どこまで本当に似てるんだろうかと、オーラとか含めて、はい、そういうのをちょっと一回、はい、もうちえちゃんに見てもらおうということで、はい、今日ちょっと来ちゃったら、本当に見えるの。見えます。どうなんですか。今もう見てから本当に見えるやつ。え、今ヘラヘラするんですか。え、ってだからユージなんかさっきも俺の顔面見て超笑ってたんだけど。違う、ジョイの顔はスピリチュアル業界ではもうめちゃくちゃ面白いかもしれないね。でイコールお前もじゃん。ほら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 、同じかもしれない。そうなっちゃう。その二人でも何と思ってないでしょ、かぶってること。いやだから、うん、その思ってないって言ったらな感じなんですけど、だからユージが、うん、かぶりに来てるから。いやいやいや違う違う、俺マジで、俺これはマジで来て、かぶりに来てって。いや違う違う、お前俺喋んだ、俺一回一回。どっちが先デビューは。俺の方が早いんですけど、僕は知らなかったのよ、ユージのことは。いや意識してないですよ。だから確かに俺の方が先にデビューしてますよ。で髪型とか今全然違いますよ、今はね、うん、ただ一時期ね、俺の髪型、俺ずっと短髪なんですよ、黒髪で、うんうん、一回黒髪短髪にし始めて、だんだん俺に寄せてきてる感があったんですよ途中で、見た目から。どっちが常に本当は先にやって。いやだから結局は俺が先頭を走ってんですよ。じゃあ走ってて好きなだけ吠えていいのよ。じゃあスピリチュアル先生は。スピリチュアル先生、
った先生ちゃんね、スピリチュアル先生は見抜いてるから、このどっちがこれだけなのか。じゃあ現段階でも見えてることある？はい、あるって。じゃあゆっくり見てもらいましょうか。見てもらおうよ、ね、だからほんと白黒はっきりつけるよ。本当はどっちがリードしてるか見てもらって。いや場合によっちゃ片方引退ですから。いやそれはマジで。じゃあ、ね、じゃあ結果、うん、真似してるのあなたです。はっきりした場合、うん、引退する気ありますね。あ、ありますね。私ありますよ。わかりました。さあ今日片方が引退です。さあ別室移動です。行こうよ。行きましょう。とんでもないことになった。キャラかぶりのユージとジョイがスピリチュアルタイムで対決。果たして芸能界で生き残るのはどっちなのか。さあじゃあまずどちらから見ていきましょうか。まずはじゃあ正面にいるユージからいく。はい、じゃあはい。じゃあうわ怖いな、大丈夫かな。じゃあまずはユージ君をダウンロード。チエちゃんお願いします。チエの不思議な能力の一つ、ダウンロード。ユージのオーラを受信し、性格やその人間性を見通すという。何これ、何これ。ユージ堂々としてる。いやいや今やばい、ちょっとなんか吸い取られてる気がする。なんか何これ、やばい。あのえちょっといいっすよ、なんか言ってください。あのジョイさんこっち来てもらっていいですか。えなんかジョイさんがこっち、いやこっちです。どういうこと。だからオーラが被っちゃう。えオーラが被る、うん、色同じなのかな。二人を離して座らせた知恵、こんなことは初めての出来事。一体どうしたのか。はい、分かりました。さあ今分かったことをじゃあちょっと教えてください。オーラの色だけで言うと、はいはい、やっぱり黄色が強いんですよね。黄色って何だっけ。黄色、陽気とか好奇心旺盛とか、はい、あとなんかその、うん、面白いことが好きとかそういう系なんですけど、あとちょこっとだけ首の辺が赤くなってるから、うん、なんかあと赤っていうのは、ちょっとつ盲信とか、あそういうなんだろう、あと負けず嫌いとか、うん、そういう感じで黄色とちょこっと赤って感じなんですよ、ね、どう合ってる。いや今のところ合ってますね。めっちゃ負けず嫌いだしね。負けず嫌い合ってる。もう何か言うとすぐもうかぶせてきて、明らかに負けてることでももう自分が勝ってる感じのアピールは毎回すごいんですよ。まあそれは確かにそうですね。すっごいですよ、厄介だよ。いやもうその通りです。思い込んだいく、ずっといくで、逆にもうこういっちゃうから周りが全く見えない。ちょっとジョイさん見ます。俺じゃあそっち座ろうか。あ、大丈夫です。え大丈夫。いや、横来てもらえれば。あ、だからいや、オーラが被っちゃうみたいな。大丈夫、大丈夫。いや、毒素出しすぎてるから。その、いや、オーラが被っちゃうみたいな話があったわけ。いや、もう大丈夫だって。もう大丈夫だって。今度は一体、何が起きるのか。しかし、知恵は言葉を詰まらせていた。すると、王毅が。知恵ちゃん、もし名前分かんなかったら言ってね。タレントメーカーあるから何を言ってんの。念のためタレントメーカーの出番はないですから、今日ピーが入るから大丈夫。念のためだから。ピーが入るとかじゃないのよ。出しとく。本当にあんの。いや、マジで入ってる。マジで入っちゃってるじゃん。あんだね、これちゃんと。申し訳ないです。本気じゃん。本気です。うちは本気ですね、もう。ユージのオーラは黄色と赤、やはりジョイも被っているのか。色で言ったら、うん、黄色と青ですね。あら黄色ということは陽気な部分もあり。そうです、はいはい、で青は冷静とか。確かにユージに比べたら冷静だもんね。そうですね、確かに冷静に見てるよね、うん、物事をね、うん、そのユージさんの方がどっちかって言ったら何だろう、子供っぽい部分はあるけど、でもユージさんの方がなんかそういう何だろう、結構ハートは強い感じがする。そうですね、意外とハートは強いかもしれないです。でジョイさんの方がなんか冷静で大人っぽい部分もあるけど、でもなんか
ちょっと弱い気がする。そうですね、それはでも実感してますね。だからユージを見てて羨ましいなっていう思う部分はそこだったりするんです。そのメンタルの強さだったり折れない心だったりっていうのは確かにあるなっていうのは、その今言ってたように冷静な部分があるがゆえにちょっと例えば滑ってしまったとか、そしたら冷静だから気づくんですよ人一倍。俺気づかないんで滑り気づかないの？俺滑り続けちゃうんですよ。あ、気づかないの？俺結構気づかない。いいねそれね。だからまあ自分でも言うのあれですけどラッキーな方なんですよね。ジョイは冷静だから、うん、ちょっと違うなって時とかすぐ気づくんでメンタルにすぐダメージくる。そう、多分そう、青は結構そういう弱い敏感なんだな。まあ敏感です。だからめちゃくちゃ繊細ですから。繊細、さっきの携帯電話なんかウェットティッシュ拭いてたもんね。あ、拭いてた。まあ、あれ見てんのそういうマジで2人ほとんどでも黄色の部分がそっくりだから多分寄せてきてんだよね。オーラを多分寄せてきて知らない間に寄せてきてんですよね。キャラかぶりな2人はオーラの色もほとんど一緒。そしてオーラで言うとどっちがいい悪いってあるの？あ、もうそうですね、大きさとかだったらありますよ。どっちが大きい？あ、うん、お願いします。若干ジョイさんかな。ありがとう。若干ジョイの方がオーラが大きいという判断が出ました。オーラが大きい。ただでかけりゃいいってもんじゃないですか、ね、オーラってのはね。いや、それじゃ、いやでも、いやでかい方がいい。でかい方がいい。大きい方がいい。その存在感とか影響力は、うん、大きいっていう意味になるんで。違うわけだから、そこは。あれ？ということはやっぱりジョイの方がオーラが大きいとなるとやっぱ被ってる人はやっぱりちょっと寄ってってる可能性あるよね。じゃあ、いや、何そうなのかな。いやいや、さっきよりちょっと口が回んなくなってきてる。追い込まれてるの。あれ、いやいやいや、オーラ対決はちょっぴり大きいジョイが一歩リード。続いて芸能界で生き抜くための体をチェック。知恵は二人の健康状態に迫るという。ジョイさんは大丈夫かな。ジョイさんは、ありがとうございます。え、僕は大丈夫ですか。大丈夫ですね。本当ですか、はい、それ全体的に、はい、ちょっと気になるのが何だろう、喉の部分だけなんですけど、うん、あとはでも、うん、え、結構喉は弱いですね。ほらほら、分かっちゃうんだよ。あと今喉の筋肉がちょっと硬くなってきちゃってるのがあるんで。なんで、まあ、歌ったりすると。なぜ歌手としての活動にも力を入れているジョイ。しかしもともと喉があまり強い方ではなく悩むこともあったという。でも大丈夫ですよ、特に悪くはなってないんで。よかった。問題はユージさんなんですよね。え、ありがとうございます。元気そうだけどな。なんかこの病気って感じはないんですけど転ぶみたいな、なんか転ぶなんか見えたから、ちょっと怪我気をつけた方がいいですよ。怖いなと思って。気をつけてよ。なんか今足が悪いとかはない？痛いとか。いや、以前10代の頃にちょっと怪我をしたことがあって、その時1年ぐらい入院したんですよ足で。あら。でも、ま、で治ったんですけど、やっぱりちょっとその影響でスポーツした後とかちょっと痛いなって時あるんですよね。その時の手術後もまだあるんですけど。わあ。で完治したんだけど、やっぱちょっと大人になるにつれてちょっとずつ影響は出てくるかもしれないって言われてるんですよね。たまにほら武井壮さんと一緒にトレーニングしてるって言ってたじゃん、はい、そういうの気をつけないとやばい。たまに言ってるらしいんですよ。でもそうかも。あの人のレベルでやっちゃうととんでもないことになる。走り込みとかね。だからそれが俺の性格の悪いところだ。俺本当にそれで一回怪我しました。そういえば肉離れ。武井さんとつるんで、はい、なんでつるんじゃったのあの人って。そもそもいやトレーニング俺もジムとか行ってるんですけど、やっぱ仕事終わるの遅いってジムやってなかったりするんで、武井さんに連絡して今日トレーニングしてないですかって言ったらしてるっつったから、2人で走ったら1本目で僕肉離れして、ほら、うわぁ、やめた方がいいねこれね、うん、ちょっと気をつけた。いやいや、特に古傷がある場合は特に気をつけてほしいと、うん、そっか。でも今のところまあ今日ユージが引退に近づいてる。いやちょっと待って待って、そんな引退しますか。いやそんな簡単に引退できないですよ。それはだから今から武井壮さんに連絡しなくていいですか。いやいや武井さんにまず言う人じゃないし。ここまでオーラの大きさ健康状態ともにジョイがリード。そしてさあ、じゃあフラッシュフォワード、うんうん、できます？あ、できます。この先2人がどちらが順調にいくのか。そこです。それです。見えます。それでもう今日全てが決まります。未来の姿を見通せるというフラッシュフォワード。そして今夜
芸能界を引退するのはユージか、それともジョイか。果たして結末は。でもジョイさん、あ、間違った。僕はジョイですね。こっち、あなたジョイさんね。僕ユージですね。こっちユージさん。ただ今ね、目線とね、手の方向は完全にユージです。どういうことですか、これは。数年前よくやったパターン、芸能界でね。よくどっちだっけっていうパターン。どっちはもうそうですね。よくありましたもん、本当に。でもね、なんか、ユージさん今年すごいいい気がする。おすごいいい気が。いや、いい気が。ありがとうございます。なんかドラマの話とかもちょいちょい。もう言おうって。え、言おうとした？そうそうそう。あ、ドラマ？とか、でも他にもいろんな面で、そう。ドラマっていうのが見えてるみたいよ。いや、まだちょっとわかんないですけど、お話はなんか相談されたりとかし始めたんですよ。今までなかったんで、そういう話が。演技の話はなかった今、うん、あんまりなかったんですけど、どうですかとか、そういう話はされてて。で、僕としては前向きでやっぱやりたいので、あとイベントで MC のお仕事がちょっとずつ増えてきたんですよ。来、うんうん、た。でもテレビの方でもなんかちょっとだけでもなんかやるようになるかもしれないですね、今年。ああちょっと憧れるわ、そんな。じゃあ今までやってなかったことも今年はやったほうがいい。そう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 、やったほうがいいし、いっぱいチャンスが来るんじゃないかなって。いっぱいチャンス来るって。じゃあ前向きにチャレンジしたほうがいい。うん、うん、そうですね。よし、U字2013年良さそうです。ちょっとちょっとまずいな。さあ、片谷ジョイさんです。いや、ちょっとユージが跳ねちゃうのは困るんで。ジョイさんはもちろんでもいいけど、さっき歌をやってるって言ったじゃないですか、うん、そう、歌は何だろう、そこまで本気になる、うんうんうん、なくてもいいんじゃないかなと思っちゃう。わかるわかる、はい、なんか、はい、あ、歌は本業にはならないってことだね。じゃあね、うんうん、タイプとしてはなんかたまにやる好きな趣味みたいな感じだったり。わかるわ、同じ。わかる。いや、応援してるんですよ、ジョイ。歌も最近やってて、うん、で俺もダウンロードとかしてるんですけど、うん、CD とかも聴いたりとか、うん、すげえいいんですけど、ただやっぱジョイは歌じゃねえんだような気がするなって、個人的にちょっとちょっと。でも俺もマジでそれ感じててさ、いろいろちょうど話しててさ、事務所と。わかるわ。でも知恵はジョイの葛藤を見抜いていた。じゃあバラエティの方は今年と順調。順調です。ええ、その どうなの、ドラマだとかMC の方だとか。見えないから。見えないです。見えないの、まあ、見せてないっていうのもありますフラッシュフォワードではユージに負けたものの、今回はオーラの大きさ、健康運の2つで上回ったジョイの勝利。ということはユージが芸能界引退ということになるのだが、引退ってなるとやっぱちょっといいんじゃない、引退で、うん、引退した後の仕事でうまくいくっていうことも言ってるのかもしれないです一度引退した方がうまくいくってことあるんですか。そうそうそう。引退はちょっともうちょっと勘弁してください。引退したくないのね。はい、したくないです、ま、それなのに、よし今日負けた方が引退だってさっき言ったわけですね。じゃあユージ、これじゃあちょっと今日これ嘘ついたんで、一回視聴者に謝ろうか。ねえ、ね、嘘ついた。引退するししなかったんだから。そうっすね、見せてよ。これ深夜番組だからやっぱさ、眠らずに見てくれてる人いるんだよ。そう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 。明日早いのに、はい、なんでしねえじゃん引退って今思ってるわけだ。これちょっと謝ろう。はい、この度は皆さんを非常に不愉快にさせると同時に、はい、嘘をついたことに謝ります。すいませんでした。許してあげようか。あの、謝りながらですけど、うん、芸能界引退の下りってジョイが始めませんかあ、そうだったかもしれない。僕そんな気がしてるんです。確かに乗っかりはしましたけど、あ、その下りを言い出したのは俺じゃないかもしれないという疑惑がある。一回審議入りたいですねということで VTR を検証してみると、いや、場合によっちゃ片方引退ですから確かに言い出しっぺはジョイだった。
じゃあ2人で謝っちゃう最後はね。だから結局まあ正直ユージになんか土下座させる方向に持ってきましたけど、引退どうこうって言い出したの俺です。それはジョイかやっぱり。あれいやだからまあ本当全体的にまあ通していろいろ申し上げれませんでしたってことだけ伝えておきます。反省してますねお二人。反省してます。本当にすみませんでした。すみませんでした。じゃあ今年も頑張ってくださいお二人。よろしくお願いします。今年もジョイとユージをよろしくお願いします。お願いします。どうか1つ何通二人だこれは。そして収録後なぜか知恵がジョイの元に戻ってきた。え、知恵さんどうしたんですか。昨日終わったでしょ。大丈夫っすよ。明るい未来が待ってるから大丈夫って。何言ってんの。別に 何を言いに来たの。ありがとうございます知恵さん。助言ありがとうございます、はい、なんかいい人見つかるといいですね。恋愛の話ですこれ。ジョイさんお疲れ様です。知恵には見えていたジョイのスキャンダル。それやっぱやばいこと隠してるんですか。真相は番組の後半で。スピリチュアルタイム終了後知恵がジョイに言った意味深な一言。え、知恵さんどうしたんですか。昨日終わったでしょ。大丈夫っすよ。明るい未来が待ってるから大丈夫って。何言ってんの。助言ありがとうございます、はい、なんかいい人見つかるといいですね。恋愛の話ですこれ。ジョイさんお疲れ様です。恋愛の話。なんと知恵にはジョイのスキャンダルが見えていた。この後その真相が明らかに。お前言うなよ。知恵には見えていたジョイのスキャンダル、その真相が今明らかに。それやっぱやばいこと隠してるんですか。昨日振られてるんで。これマジで、やっぱこれもマジで。昨日振られてる。これもそれってタレントメーカー乗ってるからですか。え。タレントメーカー言っちゃいました。これもちょっと本当にやっちゃった。いや、お前ちょっと一回ユージさん乗って、お前言うなよ。違う。俺乗ってますよ。一回ちょっとこっちのお願いします。そっちの方だ。そして次週、あの人気俳優城田優が知恵に悩みを告白。すごい鳥肌が立っている。驚愕の連続。こんな城田優見たことない。スピリチュアル女子大生の知恵がユージとジョイを同時に見たらどうなる。芸能界屈指のキャラかぶりと言われているこの二人、そのオーラや人間性を徹底比較。知恵が見た二人の将来性はどっちが上か。そして本当はどっちがリードしてるか見てもらって。場合によっちゃ片方引退ですか。なんとこの戦いの敗者が芸能界を引退。知恵の不思議な能力で決着をつける。さらに大好評あやかり待ち受け第2弾、設定するだけで運気が上がると話題の待ち受け画面を大公開。一応彼氏ができました。友達が結婚できたのか。この番組はスピリチュアル女子大生の知恵が会いたい芸能人のもとを勝手に押しかけ、彼らの悩み事や未来の姿にちょっとだけ首を突っ込んだりして幸せの種をまくスピリチュアルバラエティ。今回の押しかけターゲットは大木の素朴な疑問からブッキング。どうなんだろうね。じゃあそのキャラが被ってるって言われてる人っていうのはオーラも似てるんだろうか。でもあんまり比べたことないからわからないです。だったらもうキャラ被ってる人のとこ直接行って、はい、今日は本当に2人がもうオーラの段階から一緒なのか、オーラ以外も被っちゃってるのか。被ってる人のところを押しかけるんですか。そう、これ結構ね、はい、この2人は結構間違えられてる。一緒じゃねえのって思ったぐらい。誰だろう。ということで大木は芸能界屈指のキャラかぶりな2人を緊急招集。オーラの色や健康状態、そして芸能界での行く末を徹底比較する。大木は2人のターゲットを呼び出した。まずはどれだけキャラがかぶっているのか検証。全く同じ状況の楽屋に隠しカメラを設置し2人の様子を覗いてみることに。ウォッチングとか初めてです。もうこれ盗撮なわけですか。盗撮でしょうね。
いいんですか。やばいんだよ本当は。待つこと5分。最初にやってきたのは、はーい、はーい、よし、来た。こちらがユージですね。あー、おー、ターゲットは外国人の父を持つイケメンファッションモデルでありながら、そこそこ面白いからテレビに出ているユージ。一方、そんなユージとキャラが被っているといえば、こっちも来た。ジョイが今控室に入りました、ね、あー、ジョイさんが。ユージと同じく外国人の父を持つイケメンファッションモデルでありながら、そこそこ面白いからテレビに出ているジョイ。キャラかぶりの代名詞といえばこの2人。果たして実際はどうなのか。楽屋で素の行動をチェックすると、 OK、 携帯鏡かなこれ。恥ずかしい。鏡。控室でも帽子をかぶり直したよ今。一方、楽屋に入ったジョイは、あ、すぐ鏡だ。ジョイもほら、うわー、かぶってますね。もう待ち時間にはすぐやっぱりヘアスタイルチェックが入るんだな。楽屋に入った2人はなんと鏡を引き寄せヘアチェックでシンクロ。気づいた？髪の色変えたの。気づきます。いや気づいてないでしょ。気づきました。一言も言ってないじゃん。だって5時間ぐらい一緒にいるのに。あ、マネージャーに俺の髪型変わったの気づいてんのかよと。女の子みたいだね、こういうとこ。気づいてんのかよっつって。いやマジちょっと、いや、それ一番一緒にいる時間が長いわけだから、純粋にそういうの気づいてもらわないとやっぱ困るよ。はい。なんかずっとその髪型に気づかなかったマネージャーに厳しいね、ジョイは。そうですね。この後ユージとジョイが奇跡のシンクロを連発。そして2人のオーラの色、未来が知恵の不思議な能力で明らかに。キャラかぶりのユージとジョイ、果たしてどれだけかぶっているのか。ユージはなんかあの肘置きのとこに腰掛けて、はい、ずっと携帯見てんのかなこれ。ジョイはでもほらスマホとか見ないんだね。そうみたいですね。出した、これ出したよ今。携帯、これ携帯ですね。なんかジョイさんが、ジョイはあれ何拭いてんの、携帯拭いてんの。携帯拭いてる。ウェットティッシュで。はい、潔癖症だ。結構貴重面なんだな。座ってる人もほぼ一緒だよね。さらに、あ、またジョイが鏡を直してファッションチェック。ストレッチ、あ、伸びをするタイミングも一緒ですね。うわすごいし、体勢は違えど一緒ですよ。すごい。髪型チェック、座る場所、伸びをするタイミングまでかぶった2人。さらにこの後2人が奇跡のシンクロを見せる。Could you tell me the way to the library? 歌いだした。渋谷がユージで、ジョイさんが歌いだしました。どう歌ってんの、ね、タイミング一緒。Could you tell me the way to the library? なんかのライブラリーっつってんの。言ってます。 Could you tell me the way to the library? もはや被るという次元をはるかに超越していたユージとジョイ。最高かも。かぶり疑惑が実証されたところで、早速ターゲットにネタバラシ。どうもこんにちは。いやいやいや、ジョイさんどうも。こちら吉田一世知恵ちゃんです。初対面。初対面ですよね。初めましてです。どう生ジョイは。いや笑ってんじゃねえ。何
いや失礼だよ。生ジョイ、生ジョイ、生ジョイで突き出したやつあんまいないですよ。どうしたの？めっちゃウケますね。めっちゃウケる。何にもウケねえ。いっててどうした？急に股関節の筋肉急に立ったらすげえ痛くなっちゃう。なんか格闘としたからでしょ。そうなんですよ。いやあるよ NG は俺は。そんなのある。全部言いたいっていうか、じゃあしょうがない、それはもうじゃあ見えちゃったらしょうがないねって話をさせてもらってさせてもらってじゃなくて、いやだよ、いやこちらの意見もあるわけだから、いや今日はお願いします、今日は実名でお願いします。実名で、実名で何を実名、実名見えた場合実名やぶれよおちゃん。ただやっぱジョイはやっぱかぶっちゃってるね。かぶってますね。やっぱりジョイがかぶってかぶってかぶってます。ちょっと一緒に行こう、行きましょう。チェイちゃんも一緒に行こう、そのかぶってるとこ行こう。かぶってるから行こう。かぶってる、かぶっちゃってる。その話じゃないですよね。そっちのかぶりも今日見えちゃいますね。いや俺かぶりお邪魔しまーす。えユージン、あれちょっと待って、どうこれ、えちょっと待って、あれよジョイのかぶってる相手は、あれお前何いやいやいや何自分が何してんの。ちょっとやっぱジョイとユージがかぶってると、いろいろと、はい、じゃあそのかぶってる2人っていうのはね、はい、どこまで本当に似てるんだろうかと、オーラとか含めて、はい、そういうのをちょっと一回、はい、もうちえちゃんに見てもらおうっていうことで、はい、今日ちょっと来ちゃったの。本当に見えんの？見えます。どうなんすか？今もう見てから本当に見えるやつ。え今ヘラヘラするんですか？えっだからユージなんかさっきも俺の顔面見て超笑ってたんだけど。違う、ジョイの顔はスピリチュアル業界ではもうめちゃくちゃ面白いかもしれないね。でイコールお前もじゃん。まあ、ほらしかもしれない。その2人はでも何と思ってないでしょ、かぶってること。いやだから、うん、その思ってないって言ったら変な感じなんですけど、だからユージが、うん、かぶりに来てるから。いや違う俺マジで、俺これはマジでかぶりに来てて、いや違うお前俺喋んだ、俺一回どっちが先デビューは。俺の方が早いですけど、僕は知らなかったのよユージのことは。いや意識してないですよ。だから確かに俺の方が先にデビューしてますよ。で髪型とか今全然違いますよ今はね、うん、ただ一時期ね俺の髪型、俺ずっと短髪なんですよ黒髪で、うんうん、一回黒髪短髪にし始めて、だんだん俺に寄せてきてる感があったんですよ途中で見た目からどっちが常に本当は先にやって。いやだから結局は俺が先頭走ってんですよ。じゃあ走ってて好きなだけ吠えていいのよ。じゃあスピリチュアル先生はスピリチュアル先生スピリチュアル先生は見抜いてるから、このどっちがこれだけなのか。じゃあ現段階でも見えてることある。はい、あるって。じゃあゆっくり見てもらいましょうか。見てもらおうよ、だからほんと白黒はっきりつけてるよ。本当は本当はどっちがリードしてるか見てもらおう。いや場合によっちゃ片方引退ですから。いやそれはマジで。じゃあ、ね、じゃあ結果、うん、真似してるのあなたです、はっきりした場合、うん、引退する気ありますね。あありますね。あります。わかりました。さあ今日片方が引退です。さあ別室移動です。行こうよ、行きましょう。とんでもないことになった。キャラかぶりのユージとジョイがスピリチュアルタイムで対決。果たして芸能界で生き残るのはどっちなのか。さあじゃあまずどちらから見ていきましょうか。まずはじゃあ正面にいるユージからいく。はい、じゃあはい、じゃあうわ怖いな、マジで。じゃあまずはユージ君をダウンロード、チエちゃんお願いします。チエの不思議な能力の一つダウンロード、ユージのオーラを受信し性格やその人間性を見通すという。何これ何これ、ユージ堂々としてる。いやいや今やばい、ちょっとなんか吸い取られてる気がする。なんか何これやばい。あのえちょっといいっすよ、なんか言ってください。あのジョイさんこっち来てもらっていいですか。えなんかジョイさんがこっち、いやこっちです。どういうことだから、だからオーラが被っちゃう。えオーラが被る、うん、色同じなのかな。二人を離して座らせた知恵、こんなことは初めての出来事。一体どうしたのか。はい、わかりました。さあ今わかったことをじゃあちょっと教えてください。オーラの色だけで言うと、はいはい、やっぱり
黄色が強いんですよね。黄色ってなんだっけ。黄色陽気とか好奇心旺盛とか、はい、あとなんかその面白いことが好きとかそういう系なんですけど、あとちょこっとだけ首の辺が赤くなってるから、なんかあと赤っていうのは、ちょっとつ盲信とか、あそういうなんだろう、あと負けず嫌いとか、そういう感じで黄色とちょこっと赤って感じなんですよ、ね、どう合ってる。いや今のところ合ってますね。あめっちゃ負けず嫌いだしね。負けず嫌い合ってる。もう何か言うとすぐもうかぶせてきて、明らかに負けてることでももう自分が勝ってる感じのアピールは毎回すごいんですよ。まあそれは確かにそうですね、すっごいですよ。厄介だよ。いやもうその通りです。思い込んだらいくずっといくで、逆にもうこういっちゃうから周りが全く見えない。ちょっとジョイさん見ます。俺じゃあそっちとだろうか。じゃ あ大丈夫です。ええ大丈夫。いや横来てもらえれば。えいやオーラが被っちゃうみたいな。大丈夫、毒素出しすぎてるから。そのいやオーラが被っちゃうみたいな話があったわけ。いやもう大丈夫だって、もう大丈夫だって。今度は一体何が起きるのか。しかし知恵は言葉を詰まらせていた。すると大木が、ちぇちぇもし名前分かんなかったら言ってね。タレント名があるから。何を言ってんの。念のためタレントメーカーの出番はないですから。今日念のため、ピー入るから大丈夫。念のためだから。ピーが入るとかじゃないのよ。出しとけ。本当にあんの。いやマジで入ってる。マジで入っちゃってるじゃん。あんだねこれちゃんと。申し訳ないです。本気じゃん。本気です。うちは本気ですね。もうユージのオーラは黄色と赤、やはりジョイも被っているのか。でも色で言ったら、うん、黄色と青ですね。黄色ということは陽気な部分もあり、そうですね、はいはい、で青は冷静とか、確かにユージに比べたら冷静だもんね。そうですね、確かに冷静に見てるよね、うん、物事をね、うん、そのユージさんの方がどっちかって言ったら何だろう、子供っぽい部分はあるけど、でもユージさんの方がなんかそういう何だろう、結構ハートは強い感じがする。そうですね、意外とハートは強いかもしれないです、うん、でジョイさんの方がなんか冷静で大人っぽい部分もあるけど、でもなんかちょっと弱い気がする。そ う, う、まあ、そうですね、それはでも実感してますね。だからユージを見てて羨ましいなっていう思う部分はそこだったりするんです。そのメンタルの強さだったり折れない心だったりっていうのは確かにあるなっていうのは、その今言ってたように冷静な部分があるがゆえに、ちょっと例えば滑ってしまったとか、そしたら冷静だから気づくんですよ人一倍。俺気づかないんで滑り、気づかないの。俺滑り続けちゃうんですよ。あ、気づかないの。俺結構気づかない。いいねそれね。だからまあ自分でも言うのはあれですけど、ラッキーな方なんですよね。ジョイは冷静だから、うん、ちょっと違うなって時とかすぐ気づくんで、メンタルにすぐダメージくる。そう、多分そう、青は結構そういう弱い、うん、敏感なんだな。まあ敏感です、ね、めちゃくちゃ繊細ですから。繊細さっき携帯電話なんかウェットティッシュ拭いてたもんね。あ、拭いてた。お前もうあれ見てんの。そういうマジで。そういう2人ほとんどでも黄色の部分がそっくり。だから多分寄せてきてんだよね。オーラを多分寄せてきて、知らない間に寄せてきてんですよね。キャラかぶりな2人はオーラの色もほとんど一緒。そしてオーラで言うとどっちがいい悪いってあるの。あ、もうそうですね、大きさとかだったらありますよ。どっちが大きい。あ、うん、お願いします。若干ジョイさんかな。ありがとう。若干ジョイの方がオーラが大きいという判断が出ました。ただでかけりゃいいってもんじゃないですか。オーラってのはね。いや、それいやでも、いやでかい方がいい、でかい方がいい、大きい方がいい。そりゃその存在感とか影響力は、うん、大きいっていう意味になるんで。違うわけだから、そこは。あれ、ということはやっぱりジョイの方がオーラが大きいとなると、やっぱ被ってる人はやっぱりちょっと寄ってってる可能性あるよね。じゃあ、いや、何、そうなのかな。いやいや、さっきよりちょっと口が回んなくなってきてる。追い込まれてるの。あれ、いやいやいや、オーラ対決はちょっぴり大きいジョイが一歩リード。続いて芸能界で生き抜くための体をチェック。知恵は二人の健康状態に迫るという。
でも色で言ったら、うん、黄色と青ですね。あら、黄色ということは陽気な部分もあり。そうです、はいはい、で青は冷静とか。確かにユージに比べたら冷静だもんね。そうですね、確かに冷静に見てるよね、うん、物事をね、うん、そのユージさんの方がどっちかって言ったら何だろう、子供っぽい部分はあるけど、でもユージさんの方がなんかそういう何だろう、結構ハートは強い感じがする。そうですね、意外とハートは強いかもしれないです。でジョイさんの方がなんか冷静で大人っぽい部分もあるけど、でもなんかちょっと弱い気がする。そ、うん、まあそうですね、それはでも実感してますね。だからユージを見てて羨ましいなっていう思う部分はそこだったりするんです。そのメンタルの強さだったり折れない心だったりっていうのは確かにあるなっていうのは、その今言ってたように冷静な部分があるがゆえに、ちょっと例えば滑ってしまったとか、そしたら冷静だから気づくんですよ、人一倍。俺気づかないんで、滑り気づかないの？俺滑り続けちゃうんですよ。あ、気づかないの？俺結構気づかない。いいねそれね。だからまあ自分でも言うのあれですけど、ラッキーな方なんですよね。ジョイは冷静だから、うん、ちょっと違うなって時とかすぐ気づくんで、メンタルにすぐダメージくる。そう、多分そう、青は結構そういう弱い、うん、敏感なんだな。まあ敏感ですから、めちゃくちゃ繊細ですから。繊細、さっきの携帯電話なんかウェットティッシュ拭いてたもんね。あ、拭いてた。お前もうあれ見てんの？そういうマジで。そういう2人ほとんどでも黄色の部分がそっくりだから多分寄せてきてんだよね。だからオーラを多分寄せてきて、知らない間に寄せてきてんですよね。キャラかぶりな2人はオーラの色もほとんど一緒。そしてオーラで言うとどっちがいい悪いってあるの？あ、もうそうですね、大きさとかだったらありますよ。どっちが大きい？あ、うん、お願いします。若干ジョイさんかな。ありがとう。若干ジョイの方がオーラが大きいという判断が出ました。ただでかければいいってもんじゃないですけど、ね、オーラってのはね。いや、それでもいや、でかい方がいい、でかい方がいい、大きい方がいい。それはその存在感とか影響力は、うん、大きいっていう意味なので。違うわけだから、そこは。あれ、ということはやっぱりジョイの方がオーラが大きいとなると、やっぱ被ってる人はやっぱりちょっと寄ってってる可能性あるよね。じゃあ、いや、何、そうなのかな。いやいや、さっきよりちょっと口が回んなくなってきてる。追い込まれてるの。あれ、いやいやいや、オーラ対決はちょっぴり大きいジョイが一歩リード。続いて芸能界で生き抜くための体をチェック。知恵は2人の健康状態に迫るという。ジョイさんは大丈夫かな。ジョイさんは、ありがとうございます。え、僕は大丈夫ですか？大丈夫ですね。本当ですか？全体的に、はい、ちょっと気になるのが、なんだろう、喉の部分だけなんですけど、あとはでも、結構喉は弱いですね。ほらほら、分かっちゃうんだよ。あと今喉の筋肉がちょっと硬くなってきちゃってるのがあるんで。なんで？まあ歌ったりすると。あ、なぜ。歌手としての活動にも力を入れているジョイ。しかしもともと喉があまり強い方ではなく、悩むこともあったという。でも大丈夫ですよ、特に悪くはなってないんで。よかった。問題はユージさんなんですよね。え、ありがとうございます。元気そうだけどな。なんかこの病気って感じはないんですけど、転ぶみたいな、なんか転ぶなんか見えたから、ちょっと怪我気をつけた方がいいですよ。怖いなと思って。気をつけてよ。なんか今足が悪いとかはない？痛いとか。いや、以前10代の頃にちょっと怪我をしたことがあって、その時1年ぐらい入院したんですよ、足で。あら。でも、ま、で、治ったんですけど、やっぱりちょっとその影響でスポーツした後とかちょっと痛いなって時あるんですよね。その時の手術後もまだあるんですけど。わあ。で、完治したんだけど、やっぱちょっと大人になるにつれてちょっとずつ影響は出てくるかもしれないって言われてるんですよね。うん。たまにほら、武井壮さんと一緒にトレーニングしてるって言ってたじゃん、はい、そういうの気をつけないとやばい。たまに言ってるらしいんですよ。でもそうかも。あの人のレベルでやっちゃうと、とんでもないことになる。走り込みとかね。あ、だからそれが俺の性格の悪いところだ。俺本当にそれで一回怪我しました。そういえば肉離れ。武井さんとつるんで。はい。なんでつるんじゃったの、あの人って。そもそも、いや、トレーニング、俺もジムとか行ってるんですけど、やっぱ仕事終わるの遅いってジムやってなかったりするんで、武井さんに連絡して「今日トレーニングしてないですか？」って言ったら「してる」っつったから、2人で走ったら1本目で僕肉離れしてる。うわー、やめた方がいいねこれね、うん、ちょっと気をつけた。いやいや、特に古傷がある場合は特に気をつけてほしいと、うん、そっか。でも今のところ、まあ今日ユージが引退に近づいてるいや、ちょっと待って待って、そんなに引退しま
ますか。いやそんな簡単に引退できないですよ。それはだから今から武井壮さんに連絡しなくていいですか。いやいや武井さんにまず言う人じゃないし。ここまでオーラの大きさ健康状態ともにジョイがリード。そしてさあじゃあフラッシュフォワード、うんうん、できます。あできます。この先2人がどちらが順調にいくのか。そこです。それです。見えます。それでも今日全てが決まります。未来の姿を見通せるというフラッシュフォワード。そして今夜芸能界を引退するのはユージか、それともジョイか。果たして結末は。でもジョイさん、あ、間違った。僕はジョイですね。こっちあなたジョイさんね。僕ユージですね。こっちユージさん。ただ今ね目線とね手の方向は完全にユージです。どういうことですかこれは。数年前よくやったパターン芸能界でね。よく、どっちだっけっていうパターン。どっちはもうそうですね。よくありましたもん本当に。でもねなんか、うん、ユージさん今年すごいいい気がする。うわ。すごいいい気。いやいい気が、うん、あ。ありがとうございます。なんかドラマの話とかもちょいちょい言おうって言おうとした。そうそうそう。あドラマとかでも他にもいろんな面でそうドラマっていうのが見えてるみたいよ。いやまだちょっと分かんないですけどお話はなんか相談されたりとかし始めたんですよ。今までなかったんでそういう話が。あ演技の話はなかった今、うん、あんまりなかったんですけどどうですかとかそういう話はされてて、で僕としては前向きでやっぱやりたいので。かぶり疑惑が実証されたところで早速ターゲットにネタバラシ。どうもこんにちは。いやいやいやジョイさんどうも。こちら女子大生ちえちゃんです。初対面。初対面初めましてです。どう生ジョイは。いや笑ってんじゃねえよ。何いや失礼だろ。生ジョイ生ジョイの吹き出したやつあんまいないですよ。どうしたの。めっちゃ浮きますね。めっちゃ浮ける。何にも浮けねえ。いってて。どうした急に股関節の筋肉急に立ったらすげえ痛くなっちゃった。なんか隠そうとしたからでしょ。そうなんですよ。いやあるよ NG は俺も。そんなのあるチームさんは全部言いたいっていうかじゃあしょうがない。それはもうじゃあ見えちゃったらしょうがないねって話をさせてもらってさせてもらってじゃなくて嫌だよ。いやこちらの意見もあるわけだから。いや今日はお願いします。今日は実名でお願いします。実名で実名で何を実名見えた場合実名。いやー無理だよー。おちゃーん。ただやっぱジョイはやっぱかぶっちゃってるね。かぶってますね。やっぱりジョイがかぶってかぶっ ってます。ちょっと一緒に行こう。行きましょう。チェイちゃんも一緒に行こう。そのかぶってるとこ行こう。かぶってるから行こう。かぶってるかぶっちゃってる。その話じゃないですよね。そっちのかぶりも見えちゃいますね。いや俺かぶりだ。お邪魔しまーす。えユージあれちょっと待って。どうこれ。えちょっと待って。あれよジョイのかぶってる相手は。あれお前何。いやいやいや何自分で何してんの。ちょっとやっぱジョイとユージが被ってるといろいろと、はい、じゃあその被ってる2人っていうのはね、はい、どこまで本当に似てるんだろうかとオーラとか含めて、はい、そういうのをちょっと一回、はい、もうちえちゃんに見てもらおうということで、はい、今日ちょっと来ちゃったの。本当に見えんの。見えます。どうなんですか。今もう見てから本当に見えるやつ。今ヘラヘラするんですか。えっだからユージなんかさっきも俺の顔面見て超笑ってたんだけど。ジョイの顔はスピリチュアル業界ではもうめちゃくちゃ面白いかもしれない。でイコールお前もじゃん。まあ、ほら同じかもしれない。その2人はでも何と思ってないでしょ被ってること。いやだから、うん、その思ってないって言ったような感じなんですけど、うん、だからユージが思ってんの。いやかぶりに来てるから。いや違う俺マジで思ってこれはマジで来て違うかぶりに来てて。いや違うお前俺喋んだ俺一回どっちが先デビューは。俺の方が早いんですけど僕は知らなかったのよユージのことは。いや意識してないですよ。だから確かに俺の方が先にデビューしてますよ。で髪型とか今全然違いますよ今はね、うん、ただ一時期ね俺の髪型俺ずっと短髪なんですよ黒髪で、うんうん、一回黒髪短髪にし始めてだんだん俺に寄せてきてる感があったんですよ途中で見た目からどっちが常に本当は先にやって。いやだから結局は俺が先頭走ってんですよ。じゃあ走ってて付き合いだけ吠えていいのよ。じゃあスピリチュアル先生はスピリチュアル先生スピリチュアル先生は見抜いてるからこのどっちがこれだけなのか。じゃあ現段階でも見えてることある。
あるって、はい、じゃあゆっくり見てもらいましょうか。見てもらおうよ、だから本当白黒はっきり本当は、それはっきり本当はどっちがリードしてるか見てもらおう。いや場合によっちゃ片方引退ですから、ね。いやそれはマジで。じゃあ、ね、じゃあ結果、うん、真似してるのあなたです、はっきりした場合、うん、引退する気ありますね。あありますね。あります。わかりました。はい、さあ今日片方が引退です。さあ別室移動です。行こうよ。行きましょう。とんでもないことになった。キャラかぶりのユージとジョイがスピリチュアルタイムで対決。果たして芸能界で生き残るのはどっちなのか。さあじゃあまずどちらから見ていきましょうか。まずはじゃあ正面にいるユージからいく。はい、じゃあはい。じゃあうわ怖いな、大丈夫かな。じゃあまずはユージ君をダウンロード。千恵ちゃんお願いします。千恵の不思議な能力の一つ、ダウンロード。ユージのオーラを受信し性格やその人間性を見通すという。何これ、何これ。ユージ堂々としてる。いやいや今やばい、ちょっとなんか吸い取られてる気がする。なんか何これやばい。あのえちょっといいですよ、なんか言ってください。あのジョイさんこっち来てもらっていいですか。えなんかジョイさんがこ、いやこっちです。どういうことだから、だからオーラが被っちゃう。えオーラが被る、うん、色同じなのかな。二人を離して座らせた知恵、こんなことは初めての出来事。一体どうしたのか。はい、分かりました。さあ今分かったことをじゃあちょっと教えてください。オーラの色だけで言うと、はいはい、やっぱり黄色が強いんですよね。黄色って何だっけ。黄色、陽気とか好奇心旺盛とか、はい、あとなんかその、うん、面白いことが好きとかそういう系なんですけど、あとちょこっとだけ首の辺が赤くなってるから、うん、なんかあと赤っていうのは、ちょっとつ盲信とか、あそういうなんだろう、あと負けず嫌いとか、うん、そういう感じで黄色とちょこっと赤って感じなんですよ、ね、どう合ってる。いや今のところ合ってますね。めっちゃ負けず嫌いだしね。負けず嫌い合ってる。もう何か言うとすぐもうかぶせてきて、明らかに負けてることでももう自分が勝ってる感じのアピールは毎回すごいんですよ、うん、まあそれは確かにそうですね。すっごいですよ、厄介だよ、うん、いやもうその通りです。思い込んだらいく、ずっといくで、逆にもうこういっちゃうから周りが全く見えない。ちょっとジョイさん見ます。俺じゃあそっちとやろうか。じゃ あ大丈夫です。え大丈夫。横来てもらえれば。だからいやオーラが被っちゃうみたいな。大丈夫。毒素出しすぎてるから。そのいやオーラが被っちゃうみたいな話があったわけ。いやもう大丈夫だって。もう大丈夫だって。今度は一体何が起きるのか。しかし知恵は言葉を詰まらせていた。すると大木が。知恵ちゃんもし名前分かんなかったら言ってね。タレント名があるから。何を言ってんの。念のためタレントメーカーの出番はないですから。今日念のため、ピー入るから大丈夫。念のためだから、ピーが入るとかじゃないのよ。出しとく。本当にあんの。いやあってんじゃん。マジで入ってる。マジで入っちゃってるじゃん。あんだねこれちゃんと。申し訳ないです。本気じゃん。本気です。うちは本気ですね。もうユージのオーラは黄色と赤、やはりジョイも被っているのか。今回の押しかけターゲットは大木の素朴な疑問からブッキング。どうなんだろうね。じゃあそのキャラが被ってるって言われてる人っていうのはオーラも似てるんだろうか。でもあんまり比べたことないからわからないです。だったらもうキャラ被ってる人のところ直接行って、はい、今日は本当に2人がもうオーラの段階から一緒なのか、オーラ以外も被っちゃってるのか。被ってる人のところを押しかけるんですか。そうこれ結構ね、はい、この2人は結構間違えられてる。え、一緒じゃねえのって思ったぐらい。誰だろう。ということで大木は芸能界屈指のキャラかぶりな2人を緊急招集。オーラの色や健康状態、そして芸能界での行く末を徹底比較する。
機は2人のターゲットを呼び出した。まずはどれだけキャラが被っているのか検証。全く同じ状況の楽屋に隠しカメラを設置し、2人の様子を覗いてみることに。ウォッチングとか初めてです。もうこれ盗撮なわけですか。盗撮でしょうね。いいんですか。やばいんだよ本当は。待つこと5分。最初にやってきたのは、はーい、はーい、よし、来た。こちらがユージですね。あー、おー、ターゲットは外国人の父を持つイケメンファッションモデルでありながら、そこそこ面白いからテレビに出ているユージ。一方、そんなユージとキャラが被っているといえば、こっちも来た。ジョイが今控室に入りました、ね、あー、ジョイさんが。ユージと同じく外国人の父を持つイケメンファッションモデルでありながら、そこそこ面白いからテレビに出ているジョイ。キャラかぶりの代名詞といえばこの2人。果たして実際はどうなのか。楽屋で素の行動をチェックすると、 OK、 携帯鏡かなこれ。恥ずかしい。鏡。控室でも帽子をかぶり直したよ今。一方、楽屋に入ったジョイは、あ、すぐ鏡だ。ジョイもほら、うわー、かぶってますね。もう待ち時間にはすぐやっぱりヘアスタイルチェックが入るんだな。楽屋に入った2人はなんと鏡を引き寄せ、ヘアチェックでシンクロ。気づいた？髪の色変えたの。気づきます。いや、気づいてないでしょ。気づきましたよ。いや、一言も言ってないじゃん。だって5時間ぐらい一緒にいるのに。あ、マネージャーに俺の髪型変わったの気づいてんのかよと。女の子みたいだね、こういうとこ。気づいたのかよっつって。いや、マジちょっと、それ一番一緒にいる時間が長いわけだから、純粋にそういうの気づいてもらわないとやっぱ困るよ。はい、なんかずっとその髪型に気づかなかったマネージャーに厳しいね、ジョイは。そうですね。この後、ユージとジョイが奇跡のシンクロを連発。そして2人のオーラの色、未来が知恵の不思議な能力で明らかに。キャラかぶりのユージとジョイ、果たしてどれだけかぶっているのか。ユージはなんかあの肘置きのとこに腰掛けて、はい、ずっと携帯見てんのかなこれ。ジョイはでもほらスマホとか見ないんだね。そうみたいですね。出した、これ出したよ今。携帯、これ携帯ですね。あれ、え、なんかジョイさんが、ジョイはあれ何拭いてんの、携帯拭いてんの。携帯拭いてる。ウェットティッシュで。はい、潔癖症だ。結構貴重面なんだな。座ってる人もほぼ一緒だよね。さらに、あ、またジョイが鏡を直してファッションチェック。ストレッチ。ストレッチですね。あ、伸びをするタイミングも一緒ですね。うわ、すごいし。体勢は違えど一緒ですよ。すごい。髪型チェック。座る場所。伸びをするタイミングまで被った2人。さらにこの後、2人が奇跡のシンクロを見せる。Could you tell me the way to the library? 歌いだした。渋谷がユージで、ジョイさんが歌いだしました。ジョイ歌ってんのね、これね。タイミング一緒。Could you tell me the way to the library? なんかもライブラリーっつってる。 Could you tell me the way to the library? もはや被るという次元をはるかに超越していたユージとジョイ。最高かも。
かぶり疑惑が実証されたところで早速ターゲットにネタバラシ。どうもこんにちは。いやいやいや、ジョイさんどうも。こちら吉田一世千恵ちゃんです。初対面。初対面ですよね。初めましてです。どう生ジョイは。いや笑ってんじゃねえよ。生ジョイ。それはもうじゃあ見えちゃったらしょうがないねって話をさせてもらって。させてもらってじゃなくて、いやだよ、いやこちらの意見もあるわけだから。今日させてもらって、いや今日はお願いします。今日実名でお願いします。実名で、実名で何よ。実名見えた場合実名。いやー無理だよー。おじゃー。いやーただね、やっぱジョイはやっぱ被っちゃってるね。被ってますね。やっぱりジョイが被ってる。被ってます。ちょっと一緒に行こう。行きましょう。チェイちゃんも一緒に行こう。その被ってるとこ行こう。あとイベントで MC のお仕事がちょっとずつ増えてきたんですよ。来た。でもテレビの方でもなんかちょっとだけでもなんかやるようになるかもしれないですね今年。あら、ああちょっと憧れるわそんな。じゃあ今までやってなかったことも今年はやったほうがいい。そうやったほうがいいし、いっぱいチャンスが来るんじゃないかなって。いっぱいチャンス来るって。じゃあ前向きにチャレンジしたほうがいい。うん、そうですね。よし、ユージ2013年良さそうです。ちょっとまずいな。さあ、片谷ジョイさんです。いやちょっとユージが跳ねちゃうのは困るんで。ジョイさんはもちろんでもいいけど、さっき歌をやってるって言ったじゃないですか、うん、そう、歌は何だろう、そこまで本気になる、うんうんうん、なくてもいいんじゃないかなと思っちゃう。分かる分かる、はい、分かる。はい、歌は本業にはならないってことだね。じゃあね、うんうん、タイプとしてはなんかたまにやる好きな趣味みたいな感じじゃないかな。分かるわ。同じ。分かる。いや応援してるんですよ。ジョイ歌も最近やってて、で俺もダウンロードとかしてるんですけど、うん、CD とかも聴いたりとかすげえいいんですけど、ただやっぱジョイは歌じゃねえんだような気がするなって個人的にちょっとちょっとでも俺もマジでそれ感じててさ、いろいろちょうど話しててさ事務所と。分かるわ。でも知恵はジョイの葛藤を見抜いていた。じゃあバラエティの方は今年と順調。順調です。どうなの、ドラマだとかMC の方だとか。見えないから。見えないです。見えないの、まあ、見せてないっていうのもありますけど。フラッシュフォワードではユージに負けたものの、今回はオーラの大きさ、健康運の2つで上回ったジョイの勝利。ということはユージが芸能界引退ということになるのだが、引退ってなるとやっぱちょっといいんじゃない。引退で、うん、引退した後の仕事でうまくいくっていうことも言ってるのかもしれないです。一度引退した方がうまくいくってことあるんですか。そう。引退はちょっともうちょっと勘弁してください。引退したくないのね。はい、したくないです、ま、それなのに、よし今日負けた方が引退だってさっき言ったわけですね。じゃあユージ、これじゃあちょっと今日っ、これ嘘ついたんで、やっぱ一回視聴者に謝ろうか。ねえ、ね、嘘ついた。引退するせしなかったんだから。そうっすね、見せてよ。これ深夜番組とかやっぱさ、眠らずに見てくれてる人いるんだよ。そう明日早いのに、はい、なんでしねえじゃん引退って今思ってるわけだ。これちょっと謝ろう。はい、この度は皆さんを非常に不愉快にさせると同時に嘘をついたことに謝ります、はい、すいませんでした。許してあげようか。あの、ね、謝りながらですけど、うん、芸能界引退のくだりってジョイが始めませんか。そうだったかもしれない。僕そんな気がしてるんです。確かに乗っかりはしましたけど、あ、そのくだりを言い出したのは俺じゃないかもしれないという疑惑ある。一回審議入りたいですね。ということで VTR を検証してみると、いや場合によっちゃ片方引退ですから。確かに言い出しっぺはジョイだった。じゃあちょっと2人で謝っちゃう最後はね。だから結局、まあ、正直ユージになんか土下座させる方向に持ってきましたけど、引退どうこうって言い出したの俺です。それはジョイか。やっぱりあれ、いやだから
まあ本当全体的にまあ通していろいろ申し上げられませんでしたってことだけ伝えておきます。反省してますねお二人。反省してます。本当にすみませんでした。すいませんでした。じゃあ今年も頑張ってくださいお二人。よろしくお願いします。今年もジョイとユージをよろしくお願いします。お願いします。動画一つ。何通二人だこれは。そして収録後なぜか知恵がジョイの元に戻ってきた。え、知恵さんどうしたんですか。昨日終わったでしょ。大丈夫っすよ。明るい未来が待ってるから大丈夫って。何言ってんの。いや別に 何を言いに来たの。ありがとうございます知恵さん。助言ありがとうございます、はい、なんかいい人見つかるといいですね。恋愛の話ですこれ。ジョイさんお疲れ様です。恋愛の話。知恵には見えていたジョイのスキャンダル。それやっぱやばいことを隠してるんですか。真相は番組の後半で。スピリチュアルタイム終了後知恵がジョイに言った意味深な一言。え、知恵さんどうしたんですか。昨日終わったでしょ。大丈夫っすよ。明るい未来が待ってるから大丈夫って。何言ってんの。助言ありがとうございます、はい、なんかいい人見つかるといいですね。恋愛の話ですこれ。ジョイさんお疲れ様です。恋愛の話。なんと知恵にはジョイのスキャンダルが見えていた。この後その真相が明らかに。お前言うなよ。知恵には見えていたジョイのスキャンダル、その真相が今明らかに。それやっぱやばいことを隠してるんですか。昨日振られてるんで。これマジで、やっぱこれもマジで。昨日振られてる。これもそれってタレントメーカーのっていう方ですか。え。あ、タレントメーカー言っちゃいました。これの強さちょっと本当にやっちゃった。いやちょっと一回ユージさん乗ってお前言うなよ。違うこれ乗ってますよ。一回ちょっとこっちのお願いします。そっかの方だ。そして次週あの人気俳優城田優が知恵に悩みを告白。すごい鳥肌が立っている。驚愕の連続。こんな城田優見たことない。スピリチュアル女子大生の知恵がユージとジョイを同時に見たらどうなる。芸能界屈指のキャラかぶりと言われているこの二人、そのオーラや人間性を徹底比較。知恵が見た二人の将来性はどっちが上か。そして本当はどっちがリードしてるか見てもらって。いや場合によっちゃ片方引退ですか。言ってるらしいですよ。なんとこの戦いの敗者が芸能界を引退。知恵の不思議な能力で決着をつける。さらに大好評あやかり待ち受け第2弾。設定するだけで運気が上がると話題の待ち受け画面を大公開。一応彼氏ができました。友達が結婚できたのか。この番組はスピリチュアル女子大生の知恵が会いたい芸能人のもとを勝手に押しかけ、彼らの悩み事や未来の姿にちょっとだけ首を突っ込んだりして幸せの種をまくスピリチュアルバラエティ。スピリチュアル女子大生の知恵がユージとジョイを同時に見たらどうなる。芸能界屈指のキャラかぶりと言われているこの二人、そのオーラや人間性を徹底比較。知恵が見た2人の将来性はどっちが上か。そして本当はどっちがリードしてるか見てもらって。いや場合によっちゃ片方引退ですか。言ってるらしいです。なんとこの戦いの敗者が芸能界を引退。知恵の不思議な能力で決着をつける。さらに大好評あやかり待ち受け第2弾。設定するだけで運気が上がると話題の待ち受け画面を大公開。一応彼氏ができました。友達が結婚できたのか。この番組はスピリチュアル女子大生の知恵が会いたい芸能人のもとを勝手に押しかけ、彼らの悩み事や未来の姿にちょっとだけ首を突っ込んだりして幸せの種をまくスピリチュアルバラエティ。今回の押しかけターゲットは大木の素朴な疑問からブッキング。
どうなんだろうね。じゃあそのキャラが被ってるって言われてる人っていうのはオーラも似てるんだろうか。でもあんまり比べたことないからわからないです。だったらもうキャラ被ってる人のところに直接行って、はい、今日は本当に2人がもうオーラの段階から一緒なのか、オーラ以外も被っちゃってるのか、被ってる人のところを押しかけるんですか。そう、これ結構ね、はい、この2人は結構間違えられてる。一緒じゃねえのって思ったぐらい。誰だろう。ということで大木は芸能界屈指のキャラかぶりな2人を緊急招集。オーラの色や健康状態、そして芸能界での育成を徹底比較する。大木は2人のターゲットを呼び出した。まずはどれだけキャラがかぶっているのか検証。全く同じ状況の楽屋に隠しカメラを設置し、2人の様子を覗いてみることに。ウォッチングとか初めてです。もうこれ盗撮なわけですか。盗撮でしょうね。いいんですか。やばいんだよ本当は。待つこと5分。最初にやってきたのは、はーい、はーい、よし、来た。こちらがユージですね。あー、おー、ターゲットは外国人の父を持つイケメンファッションモデルでありながら、そこそこ面白いからテレビに出ているユージ。一方、そんなユージとキャラが被っているといえば、こっちも来た。ジョイが今控室に入りました、ね。ジョイさんが。ユージと同じく外国人の父を持つイケメンファッションモデルでありながら、そこそこ面白いからテレビに出ているジョイ。キャラかぶりの代名詞といえばこの2人。果たして実際はどうなのか。楽屋で素の行動をチェックすると、 OK。 携帯鏡かなこれ。恥ずかしい。鏡。控室でも帽子をかぶり直したよ今。一方、楽屋に入ったジョイは、あ、すぐ鏡だ、ジョイも、ほら、うわー、かぶってますね。もう待ち時間にはすぐやっぱりヘアスタイルチェックが入るんだな。楽屋に入った2人は、なんと鏡を引き寄せヘアチェックでシンクロ。気づいた？髪の色変えたの。気づきます。いや、気づいてないでしょ。気づきましたよ。一言も言ってないじゃん。だって5時間ぐらい一緒にいるのに。あ、マネージャーに俺の髪型変わったの気づいてんのかよと。女の子みたいだね、こういうとこ。気づいたのかよっつって。いや、マジちょっと、それ一番一緒にいる時間が長いわけだから、純粋にそういうの気づいてもらわないとやっぱ困るよ。はい。なんかずっとその髪型に気づかなかったマネージャーに厳しいね、ジョイは。そうですね。この後、ユージとジョイが奇跡のシンクロを連発。そして2人のオーラの色、未来が知恵の不思議な能力で明らかに。キャラかぶりのユージとジョイ、果たしてどれだけかぶっているのか。ユージはなんかあの肘置きのとこに腰掛けて、はい、ずっと携帯見てんのかなこれ。ジョイはでもほらスマホとか見ないんだね。そうみたいですね。出した、これ出したよ今。携帯、これ携帯ですね。なんかジョイさんが、ジョイはあれ何拭いてんの、携帯拭いてんの。携帯拭いてる。ウェットティッシュで。はい、潔癖症だ。結構貴重面なんだな。座ってる人もほぼ一緒だよね。さらに、あ、またジョイが鏡を直してファッションチェック。ストレッチ。あ、伸びをするタイミングも一緒ですね。うわ、すごいし。体勢は違えど一緒ですよ。すごい。髪型チェック、座る場所、伸びをするタイミングまでかぶった2人。さらにこの後、2人が奇跡のシンクロを見せる。
Could you tell me the way to the library? 渋江が言うじで、ジョイさんが歌い出しました。ジョイ歌ってんのかね、これはね。タイミング一緒。何歌うの？分かんない。なんかライブラリーっつってんの？言ってます。ライブラリー Could you tell me the way to the library? もはや、かぶるという次元をはるかに超越していたユージとジョイ。最高かも。チャレンジした方がいい。うん、そうですね。ユージ2013年良さそうです。ちょっとまずいな。さあ、片谷ジョイさんです。いや、ちょっとユージが跳ねちゃうのは困るんで。ジョイさんはもちろんでもいいけど、さっき歌をやってるって言ったじゃないですか、うん、そう、歌は何だろう、そこまで本気になる、うんうんうん、なくてもいいんじゃないかなと思っちゃう。わかるわかる、はい、なんか、はい、あ、歌は本業にはならないってことだね。じゃあね、うんうん、タイプとしてはなんかたまにやる好きな趣味みたいな感じ。わかるわ、同じ。わかる。いや、応援してるんですよ。ジョイ歌も最近やってて、うん、で俺もダウンロードとかしてるんですけど、うん、CD とかも聴いたりとかすげえいいんですけど、ただやっぱジョイは歌じゃねえんだような気がするなって個人的にちょっとちょっとでも俺もマジでそれ感じててさ、いろいろちょうど話しててさ、事務所と。分かるわ。でも知恵はジョイの葛藤を見抜いていた。じゃあバラエティの方は今年と順調、順調です、ええ、その どうなの、ドラマだとかMC の方だとか。見えないから。見えないです。見えないの、まあ、見せてないっていうのもありますか。フラッシュフォワードではユージに負けたものの、今回はオーラの大きさ、健康運の2つで上回ったジョイの勝利。ということはユージが芸能界引退ということになるのだが、引退ってなるとやっぱちょっといいんじゃない。引退で、うん、引退した後の仕事でうまくいくっていうことも言ってるのかもしれないです。一度引退した方がうまくいくってことあるの？そうそう。引退はちょっともうちょっと勘弁してください。引退したくないのね。はい、したくないです。まだそれなのに、よし今日負けた方が引退だってさっき言ったわけですね。じゃあユージ、これじゃあちょっと今日これ嘘ついたんで、やっぱ一回視聴者に謝ろうか。ねえ、ね、嘘ついた。引退するししなかったんだから。そうっすね、見せてよ。これ深夜番組だからやっぱさ、眠らずに見てくれてる人いるんだよ。そう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 。明日早いのに、はい、なんでしねえじゃん引退って今思ってるわけだ。これちょっと謝ろう。はい、この度は皆さんを非常に不愉快にさせると同時に嘘をついたことに謝ります。すいませんでした。許してあげようか。あの、謝りながらですけど、うん、芸能界引退の下りってジョイが始めませんか？あ、そうだったかもしれない。僕そんな気がしてるんです。確かに乗っかりはしましたけど。あ、その下りを言い出したのは俺じゃないかもしれないという疑惑がある。一回審議入りたいですね。ということで VTR を検証してみると、いや、場合によっちゃ片方引退ですから。ちょっとジョイさん見ます？俺じゃあそっちとやろうか。じゃ あ大丈夫です。え、大丈夫。いや、横来てもらえれば。え、だけどオーラが被っちゃうみたいな。ジョイが毒素出しすぎてるから。そのいや、オーラが被っちゃうみたいな話があったわけ。いや、もう大丈夫だって。もう大丈夫だって。今度は一体何が起きるのか。しかし知恵は言葉を詰まらせていた。すると大木が、知恵ちゃん、もし名前分かんなかったら言ってね。タレントメーカーあるから。何を言ってんの。念のため。タレントメーカーの出番はないですから。今日念のため。ピー入るから大丈夫。念のためだから。ピーが入るとかじゃないのよ。出しとく。本当にあんの。いや、マジで入ってる。マジで入っちゃってるんです。あんだね、これちゃんと。申し訳ないです。本気じゃん。本気です。うちは本気ですね、もう。ユージのオーラは黄色と赤。やはりジョイも被っているのか。でも色で言ったら、うん、
黄色と青ですね。あら、黄色ということは陽気な部分もあり。そうですね、はいはい、で青は冷静とか。確かにユージに比べたら冷静だもんね。そうですね、確かに冷静に見てるよね、うん、物事をね、うん、そのユージさんの方がどっちかって言ったら何だろう、子供っぽい部分はあるけど、でもユージさんの方がなんかそういう何だろう、結構ハートは強い感じがする。そうですね、意外とハートは強いかもしれないです。でジョイさんの方がなんか冷静で大人っぽい部分もあるけど、でもなんかちょっと弱い気がする。そ、うん、まあそうですね、それはでも実感してますね。だからユージを見てて羨ましいなっていう思う部分はそこだったりするんです。そのメンタルの強さだったり折れない心だったりっていうのは確かにあるなっていうのは、その今言ってたように冷静な部分があるがゆえに、ちょっと例えば滑ってしまったとか、そしたら冷静だから気づくんですよ、人一倍。俺気づかないんで。滑り気づかないの？俺滑り続けちゃうんですよ。あ、気づかないの？俺結構気づかない。いいねそれね。だからまあ自分でも言うのあれですけど、ラッキーな方なんですよね。ジョイは冷静だから、うん、ちょっと違うなって時とかすぐ気づくんで、メンタルにすぐダメージくる。そう、多分そう。青は結構そういう弱い、敏感なんだな。まあ敏感ですから。めちゃくちゃ繊細ですから。繊細。さっきの携帯電話なんかウェットティッシュ拭いてたもんね。あ、拭いてた。まあ、もうあれ見てんの。マジで。二人ほとんどでも黄色の部分がそっくり。だから多分寄せてきてんだよね。オーラを多分寄せてきて、知らない間に寄せてきてんですよね。キャラかぶりな二人はオーラの色もほとんど一緒。そしてオーラで言うとどっちがいい悪いってあるの？あ、もうそうですね。大きさとかだったらありますよ。どっちが大きい？あ、うん、お願いします。大きいという判断が出ました。大きい。ただでかけりゃいいってもんじゃないですか。オーラってのはね。いや、それいやでもいや、でかい方がいい。でかい方がいい。大きい方がいい。その存在感とか影響力は、うん、大きいっていう意味になるんで。違うわけだから、そこは。あれ？ということはやっぱりジョイの方がオーラが大きいとなると、やっぱ被ってる人はやっぱりちょっと寄ってってる可能性あるよね。じゃあ、いや、何、そうなのかな。いやいや、さっきよりちょっと口が回んなくなってきてる。追い込まれてるの。あれ？いやいやいや、オーラ対決はちょっぴり大きいジョイが一歩リード。続いて芸能界で生き抜くための体をチェック。知恵は二人の健康状態に迫るという。色で言ったら黄色と青ですね、うん、黄色ということは陽気な部分もあり。そうですね、はいはい、で青は冷静とか。確かにユージに比べたら冷静だもんね。そうですね、確かに冷静に見てるよね、うん、物事をね、うん、そのユージさんの方がどっちかって言ったら何だろう、子供っぽい部分はあるけど、でもユージさんの方がなんかそういう何だろう、結構ハートは強い感じがする。そうですね、意外とハートは強いかもしれないです。でジョイさんの方がなんか冷静で大人っぽい部分もあるけど、でもなんかちょっと弱い気がする。そ、うん、まあそうですね、それはでも実感してますね。だからユージを見てて羨ましいなっていう思う部分はそこだったりするんです。そのメンタルの強さだったり折れない心だったりっていうのは確かにあるなっていうのは、その今言ってたように冷静な部分があるがゆえに、ちょっと例えば滑ってしまったとか、そしたら冷静だから気づくんですよ、人一倍。俺気づかないんで。滑り気づかないの？俺滑り続けちゃうんですよ。あ、気づかないの？俺結構気づかない。いいねそれね。だからまあ自分でも言うのあれですけど、ラッキーな方なんですよね。ジョイは冷静だから、うん、ちょっと違うなって時とかすぐ気づくんで、メンタルにすぐダメージくる。そう、多分そう。青は結構そういう弱い、敏感なんだな。まあ敏感です、ね、だから。めちゃくちゃ繊細ですから。繊細。さっきの携帯電話なんかウェットティッシュ拭いてたもんね。あ、拭いてた。まあ、あれ見てんの。マジで。二人ほとんどでも黄色の部分がそっくり。だから多分寄せてきてんだよね。オーラを多分寄せてきて、知らない間に寄せてきてんですよね。キャラかぶりな二人はオーラの色もほとんど一緒。そしてオーラで言うとどっちがいい悪いってあるの？あ、もうそうですね。大きさとかだったらありますよ。どっちが大きい？あ、うん、お願いします。若干ジョイさんかな。ありがとう。若干ジョイの方がオーラが大きいという判断が出ました。オーラが大きい。ただでかけりゃいいってもんじゃないですか。OK。 携帯鏡かなこれ。恥ずかしい。鏡。控室でも帽子をかぶり直したよ今。
一方、楽屋に入ったジョイは、あ、すぐ鏡だ、ジョイも、ほら、うわー、かぶってますね。もう待ち時間にはすぐやっぱりヘアスタイルチェックが入るんだな。楽屋に入った2人はなんと鏡を引き寄せヘアチェックでシンクロ。気づいた？髪の色変えたの。気づきます。いや、気づいてないでしょ。気づきましたよ。いや、一言も言ってないじゃん。だって5時間ぐらい一緒にいるのに。あ、マネージャーに俺の髪型変わったの気づいてんのかよと。女の子みたいだね、こういうとこ。気づいてんのかよつって。いや、マジちょっと、それ一番一緒にいる時間が長いわけだから、純粋にそういうの気づいてもらわないとやっぱ困るよ。はい。なんかずっとその髪型に気づかなかったマネージャーに厳しいね、ジョイは。そうですね。この後、ユージとジョイが奇跡のシンクロを連発。そして二人のオーラの色、未来が知恵の不思議な能力で明らかに。キャラかぶりのユージとジョイ、果たしてどれだけ被っているのか。ユージはなんかあの肘置きのとこに腰掛けて、はい、ずっと携帯見てんのかな。これジョイはでもほらスマホとか見ないんだね。そうみたいですね。出した、これ出したよ今。携帯、これ携帯ですね。あれ、え、なんかジョイさんが、ジョイはあれ何拭いてんの？携帯拭いてんの？携帯拭いてる。ウェットティッシュで？はい。潔癖症だ。結構貴重めなんだな。座ってる人もほぼ一緒だよね。さらに、あ、またジョイが鏡を直してファッションチェック。ストレッチ、ストレッチですね。あ、伸びをするタイミングも一緒ですね。うわすごいし、体勢は違えど一緒ですよ。すごい。髪型チェック、座る場所、伸びをするタイミングまでかぶった2人。さらにこの後2人が奇跡のシンクロを見せる。たりっていうのは確かにあるなっていうのは、その今言ってたように冷静な部分があるがゆえに、ちょっと例えば滑ってしまったとか、そしたら冷静だから気づくんですよ、人一倍。俺気づかないんで。滑り、気づかないの？俺滑り続けちゃうんですよ。あ、気づかないの？俺結構気づかない。いいね、それね。だからまあ自分でも言うのあれですけど、ラッキーな方なんですよね。ジョイは冷静だから、ちょっと違うなって時とかすぐ気づくんで、メンタルにすぐダメージくる。そう、多分そう。青は結構そういう弱い、敏感なんだな。まあ敏感ですから。めちゃくちゃ繊細ですから。繊細。さっきの携帯電話なんかウェットティッシュ拭いてたもんね。あ、拭いてた。もうあれ見てんの？マジで。二人ほとんどでも黄色の部分がそっくり。だから多分寄せてきてんだよね。オーラを多分寄せて、知らない間に寄せてきてんですよね。キャラかぶりな二人はオーラの色もほとんど一緒。そしてオーラで言うとどっちがいい悪いってあるの？あ、もうそうですね。大きさとかだったらありますよ。どっちが大きい？あ、うん、お願いします。若干ジョイさんかな。ありがとう。若干ジョイの方がオーラが大きいという判断が出ました。ただでかければいいってもんじゃないですか。オーラってのはね。いや、それでもいや、でかい方がいい。でかい方がいい。大きい方がいい。その存在感とか影響力は、うん、大きいっていう意味になるんで。違うわけだから、そこは。あれ、ということはやっぱりジョイの方がオーラが大きいとなると、やっぱ被ってる人はやっぱりちょっと寄ってってる可能性あるよね。じゃあ、いや、何、そうなのかな。いやいや、さっきよりちょっと口が回んなくなってきてる。追い込まれてるの。あれ、いやいやいや、オーラ対決はちょっぴり大きいジョイが一歩リード。続いて芸能界で生き抜くための体をチェック。知恵は二人の健康状態に迫るという。ジョイさんは大丈夫かな。ジョイさんは、ありがとうございます。え、僕は大丈夫ですか。大丈夫ですね。本当ですか。それ全体的に。はい。ちょっと気になるのが
なんだろう、喉の部分だけなんですけど、あとはでも筋、結構喉は弱いですね。ほらほら分かっちゃうんだよ。あと今喉の筋肉がちょっと硬くなってきちゃってるのがあるんで。なんで、まあ、歌ったりすると。あうーん、歌手としての活動にも力を入れているジョイ。しかしもともと喉があまり強い方ではなく、悩むこともあったという。でも大丈夫ですよ、特に悪くはなってないんで。よかった。問題はユージさんなんですよね。え、ありがとうございます。元気そうだけどな。なんかこの病気って感じはないんですけど、転ぶみたいな、なんか転ぶなんか見えたから、ちょっと聞いた。どっちが先デビューは。俺の方がユージの方が早いんですけど、僕は知らなかったのよ、ユージのことは。いや、意識してないですよ。だから確かに俺の方が先にデビューしてますよ。で、髪型とか今全然違いますよ、今はね、うん、ただ一時期ね、俺の髪型、俺ずっと短髪なんですよ、黒髪で、うんうん、一回黒髪短髪にし始めて、だんだん俺に寄せてきてる感があったんですよ、途中で、見た目から。どっちが常に本当は先にやってる。いや、だから結局は俺が先頭を走ってんですよ。走ってて、好きなだけ吠えていいのよ。じゃあスピリチュアル先生は、スピリチュアル先生、スピリチュアル先生は見抜いてるから、このどっちがこれだけなのか。じゃあ、じゃあ現段階でも見えてることある。はい、あるって。じゃあゆっくり見てもらいましょうか。見てもらおうよ、ね、だからほんと白黒はっきり。本当はそれだけが、本当はどっちがリードしてるか見てもらおう。いや、場合によっちゃ片方引退ですから。いや、それはマジで。じゃあ、ね、じゃあ結果、うん、真似してるのあなたです、はっきりした場合、うん、引退する気ありますね。あ、ありますね。あります。わかりました。さあ、今日片方が引退です。さあ、ベスト移動です。行こうよ、行きましょう。とんでもないことになった。キャラかぶりのユージとジョイがスピリチュアルタイムで対決。果たして芸能界で生き残るのはどっちなのか。さあ、じゃあまずどちらから見ていきましょうか。まずはじゃあ正面にいるユージからいく。はい、じゃあ、はい、じゃあ、うわ、怖いな、大丈夫かな。じゃあまずはユージ君をダウンロード。チエちゃん、お願いします。チエの不思議な能力の一つ、ダウンロード。ユージのオーラを受信し、性格やその人間性を見通すという。何これ、何これ。ユージ堂々としてる。いやいや、今やばい、ちょっとなんか吸い取られてる気がする。なんか何これ、やばい。あの、え、ちょっといいですよ、なんか言ってください。あの、ジョイさんこっち来てもらっていいですか。え、なんかジョイさんがこ、いや、こっちです。どういうこと。だから、オーラが被っちゃう。え、オーラが被る、うん、色同じなのかな。二人を離して座らせた知恵、こんなことは初めての出来事。一体どうしたのか。はい、分かりました。さあ、今分かったことをじゃあちょっと教えてください。オーラの色だけで言うと、はいはい、やっぱり黄色が強いんですよね。黄色って何だっけ。黄色、陽気とか好奇心旺盛とか、はい、あとなんかその、うん、面白いことがあるがゆえに、ちょっと例えば滑ってしまったとか、うん、そしたら冷静だから気づくんですよ、人一倍、うん、俺気づかないんで。滑り気づかないの。俺滑り続けちゃうんですよ。あ、気づかないの。俺結構気づかない。いいね、それね。だから、まあ、自分でも言うのあれですけど、ラッキーな方なんですよね。ジョイは冷静だから、うん、ちょっと違うなって時とかすぐ気づくんで、メンタルにすぐダメージくる。そう、多分そう、青は結構そういう弱い、うん、敏感なんだな。まあ敏感ですから、めちゃくちゃ繊細ですから。繊細。さっき携帯電話なんかウェットティッシュ拭いてたもんね。あ、拭いてた。お前もうあれ見てんの。マジで。二人ほとんどでも黄色の部分がそっくり。だから多分寄せてきてんだよね。オーラを多分寄せてきて、知らない間に寄せてきてんですよね。キャラかぶりな二人はオーラの色もほとんど一緒。そしてオーラで言うとどっちがいい悪いってあるの。あ、もうそうですね、大きさとかだったらありますよ。どっちが大きい。あ、うん、お願いします。若干ジョイさんかな。ありがとう。若干ジョイの方がオーラが大きいという判断が出ました。オーラが大きい。ただでかけりゃいいってもんじゃないですか、ね、オーラってのはね。いや、それで、いや、でも、いや、でかい方がいい。でかい方がいい。大きい方がいい。その存在感とか影響力は
うん、大きいっていう意味になるんで。そこはあれということはやっぱりジョイの方がオーラが大きいとなるとやっぱ被ってる人はやっぱりちょっと寄ってってる可能性あるよね。じゃあいや何そうなのかな。いやいやさっきよりちょっと口が回んなくなってきてる追い込まれてるの。あれいやいやいや、オーラ対決はちょっぴり大きいジョイが一歩リード。続いて芸能界で生き抜くための体をチェック。知恵は2人の健康状態に迫るという。ジョイさんは大丈夫かな。ジョイさんはありがとうございます。え、僕は大丈夫ですか。大丈夫ですね。ほんすか、はい、それ全体的に、はい、ちょっと気になるのが何だろう、喉の部分だけなんですけど、うん、あとはでも、うん、え、結構喉は弱いですね。ほらほら分かっちゃうんだよ。あと今喉の筋肉がちょっと硬くなってきちゃってるのがあるんで。なんで、まあ、歌ったりすると。なぜ歌手としての活動にも力を入れているジョイ。しかしもともと喉があまり強い方ではなく悩むこともあったという。でも大丈夫ですよ、特に悪くはなってないんで。よかった。問題はユージさんなんですよね。ありがとうございます。元気そうだけどな。なんかこの病気って感じはないんですけど、転ぶみたいな、なんか転ぶなんか見えたから、ちょっと怪我気をつけた方がいいですよ。怖いなと思って。まずはどれだけキャラが被っているのか検証。全く同じ状況の楽屋に隠しカメラを設置し、二人の様子を覗いてみることに。ウォッチングとか初めてです。え、もうこれ盗撮なわけですか。盗撮でしょうね。もういいんですか。やばいんだよ本当は。待つこと5分。最初にやってきたのは、はーい、はーい、よし来た。ユージですね。ああ、ターゲットは外国人の父を持つイケメンファッションモデルでありながら、そこそこ面白いからテレビに出ているユージ。一方そんなユージとキャラが被っているといえば、こっちも来た。ジョイが今控室に入りました、ね、ああ、ジョイさんが。ユージと同じく外国人の父を持つイケメンファッションモデルでありながら、そこそこ面白いからテレビに出ているジョイ。キャラかぶりの代名詞といえばこの2人。果たして実際はどうなのか。楽屋で素の行動をチェックすると、 OK。 携帯鏡かなこれ。恥ずかしい。鏡。控室でも帽子をかぶり直したよ今。一方楽屋に入ったジョイは、あ、すぐ鏡だ。ジョイもほら、うわー、かぶってますね。もう待ち時間にはすぐやっぱりヘアスタイルチェックが入るんだな。楽屋に入った2人はなんと鏡を引き寄せヘアチェックでシンクロ。気づいた？髪の色変えたの。気づきます。いや気づいてないでしょ。気づきましたよ。いや一言も言ってないじゃん、だって5時間ぐらい一緒にいるのに。あ、マネージャーに俺の髪型変わったの気づいてんのかよと。女の子みたいだね、こういうところ。気づいたのかよつって。いやマジちょっと、いやそれ一番一緒にいる時間が長いわけだから、純粋にそういうの気づいてもらわないとやっぱ困るよ。はい。なんかずっとその髪型に気づかなかったマネージャーに厳しいね、ジョイは。そうですね。この後ユージとジョイが奇跡のシンクロを連発。そして2人のオーラの色未来が知恵の不思議な能力で明らかに。キャラかぶりのユージとジョイ、果たしてどれだけ被っているのか。ユージはなんかあの肘置きのとこに腰掛けて、はい、ずっと携帯見てんのかなこれ。ジョイはでもほらスマホとか見ないんだね。でもジョイさん、あ、間違った。ジョイ、僕がジョイですね。あなた
ジョイさんね。僕ユージですね。ユージさん。ただ今ね目線とね手の方向は完全にユージです。どういうことですかこれは。数年前よくやったパターン芸能界でね。よくどっちどっちだっけっていうパターン。どっちはもうそうですね。よくありましたもん本当に。でもねなんかユージさん今年すごいいい気がする。うわ。すごいいい気が。いやいい気が、うん。ありがとうございます。なんかドラマの話とかもちょいちょい。もう言おうって。え、言おうとした？そうそうそう。あ、ドラマ？とかでも他にもいろんな面でそう。ドラマっていうのが見えてるみたいよ。いや、まだちょっと分かんないですけど、お話はなんか相談されたりとかし始めたんですよ。今までなかったんでそういう話が。あ、演技の話はなかった今、うん。あんまりなかったんですけど、どうですかとかそういう話はされてて、で僕としては前向きでやっぱやりたいので、うん、あとイベントで MC のお仕事がちょっとずつ増えてきたんですよ。来、うんうんうん、た。でもテレビの方でもなんかちょっとだけでもなんかやるようになるかもしれないですね今年。あら、あーちょっと憧れるわそんなの。じゃあ今までやってなかったことも今年はやったほうがいい。そうそうそう、やったほうがいいし、いっぱいチャンスが来るんじゃないかなって。いっぱいチャンス来るって。じゃあ前向きにチャレンジしたほうがいい。うん、そうですね。よし、ユージ2013年良さそうです。ちょっとまずいな。さあ片谷ジョイさんです。いやちょっとユージが跳ねちゃうのは困るんで。ジョイさんはもちろんでもいいけど、さっき歌をやってるって言ったじゃないですか、うん、そう、歌は何だろう、そこまで本気になるなくてもいいんじゃないかなと思っちゃう。わかるわかる、はい、わかる、はい。あ、歌は本業にはならないってことだね。じゃあね、うんうん、タイプとしてはなんかたまにやる好きな趣味みたいな感じじゃない。わかるわ、同じ。わかる。いや応援してるんですよ。ジョイ歌も最近やってて、で俺もダウンロードとかしてるんですけど、うん、CD とかも聴いたりとかすげえいいんですけど、ただやっぱジョイは歌じゃねえんだような気がするなって個人的に。ちょっとちょっとでも俺もマジでそれ感じててさ、いろいろちょうど話しててさ事務所と。わかるわ。でも知恵はジョイの葛藤を見抜いていた。じゃあバラエティの方は今年と順調。順調です。ええ、その どうなの、ドラマだとかMC の方だとか。見えないから。見えないです。見えないの、まあ、見せてないっていうのもありますけど。フラッシュフォワードではユージに負けたものの、今回はオーラの大きさ、健康運の2つで上回る。なんでもらうよ、ね、もっと白黒はっきり。本当は、それはっきり。本当はどっちがリードしてるか見てもらう。いや、場合によっちゃ片方引退ですから。いや、それはマジで。じゃあ、ね、じゃあ結果、うん、真似してるのあなたです、はっきりした場合、うん、引退する気ありますね。あ、ありますね。私あります。わかりました。さあ、今日片方が引退です。さあ、別室移動です。行こうよ。行きましょう。とんでもないことになった。キャラかぶりのユージとジョイがスピリチュアルタイムで対決。果たして芸能界で生き残るのはどっちなのか。さあ、じゃあまずどちらから見ていきましょうか。まずはじゃあ正面にいるユージからいく。はい、じゃあ、はい、じゃあ、うわ、怖いな、大丈夫かな。じゃあまずはユージ君をダウンロード。千恵ちゃんお願いします。千恵の不思議な能力の一つ、ダウンロード。ユージのオーラを受信し、性格やその人間性を見通すという。何これ、何これ。ユージ堂々としてる。いやいや、今やばい、ちょっとなんか吸い取られてる気がする。なんか何これ、やばい。あの、えちょっといいですよ、なんか言ってください。あの、ジョイさんこっち来てもらっていいですか。えなんかジョイさんがいや、こっちです。どういうこと。オーラがかぶっちゃう。えオーラがかぶる、うん、色同じなのかな。2人を離して座らせた知恵、こんなことは初めての出来事。一体どうしたのか。さあ、今分かったことをじゃあちょっと教えてください。オーラの色だけで言うと、はいはい、すっやっぱり黄
黄色が強いんですよね。黄色って何だっけ。黄色陽気とか好奇心旺盛とか、はい、あとなんかその面白いことが好きとかそういう系なんですけど、あとちょこっとだけ首の辺が赤くなってるから、なんかあと赤っていうのは、ちょっと盲信とか、あそういうなんだろう、あと負けず嫌いとか、うん、そういう感じで黄色とちょこっと赤って感じなんですよ、ね、どう合ってる。いや今のところ合ってますね。めっちゃ負けず嫌いだしね。負けず嫌い合ってる。もう何か言うとすぐもうかぶせてきて、明らかに負けてることでももう自分が勝ってる感じのアピールは毎回すごいんですよ、うん、まあそれは確かにそうですね。すっごいですよ。厄介だよ、うん、いやもうその通りです。思い込んだらいくがずっといくで、逆にもうこういっちゃうから周りが全く見えない。ちょっとジョイさん見ます。俺じゃあそっちとあることがちょっとずつ増えてきたんですよ、うんうんうん、来た。でもテレビの方でもなんかちょっとだけでもなんかやるようになるかもしれないですね今年。あらあーちょっと憧れるわそんな。じゃあ今までやってなかったことも今年はやったほうがいい。そうそうそう、やったほうがいいし、いっぱいチャンスが来るんじゃないかなって。いっぱいチャンス来るって。じゃあ前向きにチャレンジしたほうがいい。うん、うん、そうですね。よし、U字2013年良さそうです。ちょっとまずいな。さあ片谷ジョイさんです。ジョイさん、いやちょっと U字が跳ねちゃうのは困るんで。ジョイさんはもちろんでもいいけど、さっき歌をやってるって言ったじゃないですか、うん、そう歌は何だろう、そこまで本気になる、うんうんうん、なくてもいいんじゃないかなと思っちゃう。分かる分かる、はい、なんか、はい、あ歌は本業にはならないってことだね。じゃあね、うんうん、タイプとしてはなんかたまにやる好きな趣味みたいな感じだったり、うんうんうん、分かるわ。同じ、分かる。いや応援してるんですよ。ジョイ歌も最近やってて、うん、で俺もダウンロードとかしてるんですけど、うん、CD とかも聴いたりとかすげえいいんですけど、ただやっぱジョイは歌じゃねえような気がするなって個人的にちょっとちょっとでも俺もマジでそれ感じててさ、いろいろちょうど話しててさ事務所と。分かるわ。でも知恵はジョイの葛藤を見抜いていた。じゃあバラエティの方は今年と順調、順調です、ええ、そのどうなの、ドラマだとかMC の方だとか見えないから。見えないです見えないの、まあ、見せてないっていうのもありますフラッシュフォワードではユージに負けたものの、今回はオーラの大きさ、健康運の2つで上回ったジョイの勝利。ということはユージが芸能界引退ということになるのだが、引退ってなるとやっぱちょっといいんじゃない、引退ね、うん、引退した後の仕事でうまくいくっていうことも言ってるのかもしれないです一度引退した方がうまくいくってことあるんですね。そうそうそう、引退はちょっともうちょっと勘弁してください。引退したくないのね。はい、したくないです、ま、それなのにユージ今日負けた方が引退だってさっき言ったわけですね。じゃあユージこれじゃあちょっと今日これ嘘ついたんで、やっぱ一回視聴者に謝ろうか。ねえ、ね、嘘ついた。引退するせいしなかったんだから。そうですね、見せてよ。これ深夜番組だからやっぱさ眠らずに見てくれてる人いるんだよ。そう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 、明日早いのに、はい、なんでしねえじゃん引退って今思ってるわけだ。これちょっと謝ろう。はい、この度は皆さんを非常に不愉快にさせると同時に嘘をついたことに謝ります、はい、すいませんでした。許してあげようか。あの、ね、謝りながらですけど、うん、芸能界引退の下りってジョイが始めません違う違う違う、俺乗ってますよ。一回ちょっとこっちのお願いしますそっかの方でしょ。そして次週、あの人気俳優城田優が知恵に悩みを告白。すごい鳥肌が立っている。驚愕の連続、こんな城田優見たことない。スピリチュアル女子大生の知恵がユージとジョイを同時に見たらどうなる。芸能界屈指のキャラかぶりと言われているこの2人、そのオーラや人間性を徹底比較。知恵が見た2人の将来性はどっちが上か。そして本当はどっちがリードしてるか見てもらって、いや場合によっちゃ片方引退ですか。なんとこの戦いの敗者が芸能界を引退知恵の不思議な能力で決着をつける。さらに大好評あやかり待ち受け第2弾、
設定するだけで運気が上がると話題の待ち受け画面を大公開。一応彼氏ができました。友達が結婚できたのか。この番組はスピリチュアル女子大生の知恵が会いたい芸能人のもとを勝手に押しかけ、彼らの悩み事や未来の姿にちょっとだけ首を突っ込んだりして幸せの種をまくスピリチュアルバラエティ。今回の押しかけターゲットは大木の素朴な疑問からブッキング。どうなんだろうね。じゃあそのキャラが被ってるって言われてる人っていうのはオーラも似てるんだろうか。でもあんまり比べたことないからわからないです。だったらもうキャラ被ってる人のとこに直接行って、はい、今日は本当に2人がもうオーラの段階から一緒なのか、オーラ以外も被っちゃってるのか。被ってる人のところを押しかけるんですか。そう、これ結構ね、はい、この2人は結構間違えられてる。一緒じゃねえのって思ったぐらい。誰だろう。ということで大木は芸能界屈指のキャラかぶりな2人を緊急招集。オーラの色や健康状態、そして芸能界での育成を徹底比較する。大木は2人のターゲットを呼び出した。まずはどれだけキャラがかぶっているのか検証。全く同じ状況の楽屋に隠しカメラを設置し、2人の様子を覗いてみることに。ウォッチングとか初めてです。もうこれ盗撮なわけですか。盗撮でしょうね。いいんですか。やばいんだよ本当は。待つこと5分。最初にやってきたティー。今回の押しかけターゲットは大木の素朴な疑問からブッキング。どうなんだろうね。じゃあそのキャラが被ってるって言われてる人っていうのはオーラも似てるんだろうか。でもあんまり比べたことないからわからないです。だったらもうキャラ被ってる人のとこに直接行って、はい、今日は本当に2人がもうオーラの段階から一緒なのか。オーラ以外も被っちゃってるのか。被ってる人のところを押しかけるんですか。そう、これ結構ね、はい、この2人は結構間違えられてる。一緒じゃねえのって思ったぐらい。誰だろう。ということで大木は芸能界屈指のキャラかぶりな2人を緊急招集。オーラの色や健康状態、そして芸能界での育成を徹底比較する。大木は2人のターゲットを呼び出した。まずはどれだけキャラがかぶっているのか検証。全く同じ状況の楽屋に隠しカメラを設置し、2人の様子を覗いてみることに。ウォッチングとか初めてです。もうこれ盗撮なわけですか。盗撮でしょうね。いいんですか。やばいんだよ本当は。待つこと5分。最初にやってきたのは、はーい、はーい、よし、来た。これはユージですね。あー、おー。ターゲットは外国人の父を持つイケメンファッションモデルでありながら、そこそこ面白いからテレビに出ているユージ。一方そんなユージとキャラが被っているといえば、こっちも来た。ジョイが今控室に入りました、ね、ジョイさんが。ユージと同じく外国人の父を持つイケメンファッションモデルでありながら、そこそこ面白いからテレビに出ているジョイ。キャラかぶりの代名詞といえばこの2人。果たして実際はどうなのか。楽屋で素の行動をチェックすると、 OK、 携帯鏡かなこれ。恥ずかしい。やだ。控室でも帽子をかぶり直したよ今。一方楽屋に入ったジョイは、あ、すぐ鏡だ。ジョイもほら、うわー、かぶってますね。もう待ち時間にはすぐやっぱりヘアスタイルチェックが入るんだな。楽屋に入った2人はなんと鏡を、で武井さんに連絡して、今日トレーニングしてないですかって言ったら、してるって言ったから、2人で走ったら
1本目で僕肉離れしてほらうわーやめた方がいいねこれね、うんうん、ちょっと気をつけた方がいやいや特に古傷がある場合は特に気をつけてほしいと、うんうん、そっかでも今のところまあ今日ユージが引退に近づいてるいやちょっと待って待ってそんな引退しますかいやそんな簡単に引退できないですよそれはだから今から武井壮さんに連絡しなくていいですかいやいや武井さんにまず言う人じゃないしここまでオーラの大きさ健康状態ともにジョイがリードそしてさあじゃあフラッシュフォワード、うんうん、できますあできますこの先2人がどちらが順調にいくのかそこですそれです見えますそれでも今日全てが決まります未来の姿を見通せるというフラッシュフォワードそして今夜芸能界を引退するのはユージかそれともジョイか果たして結末は でもジョイさんあ間違った僕はジョイですねこっちあなたジョイさんね僕ユージですねユージさんただ今ね目線とね手の方向は完全にユージですどういうことですかこれは数年前よくやったパターンで芸能界でねよく、どっちだっけっていうパターンどっちはもうそうですねよくありましたもん本当に違いでもねなんか、うん、ユージさん今年すごいいい気がするうわすごいいい気がいやいい気が、うん、あありがとうございますなんかドラマの話とかもちょいちょいもう言おうって言おうとしたそうそうそうあドラマとかでも他にもいろんな面でそうドラマっていうのが見えてるみたいよいやまだちょっと分かんないですけどお話はなんか相談されたりとかし始めたんですよ今までなかったんでそういう話が演技の話はなかった今、うん、あんまりなかったんですけどどうですかとかそういう話はされててで僕としては前向きでやっぱやりたいのでかぶり疑惑が実証されたところで早速ターゲットにネタバラシどうもこんにちはいやいやいやジョイさんどうもこちら女子大生ちえちゃんです初対面初対面初めましてですどう生ジョイはいや笑ってんじゃねえよ何言うよ失礼だろ生ジョイ生ジョイどう生ジョイ突き出したやつあんまいないぞどうしたのめっちゃウケますねめっちゃウケるよ何にもウケねえよ行っててどうした急に股関節の筋肉急に立ったらすっげえ痛くなっちゃったほらなんか隠そうとしたからでしょそうなんですよいやあるよ NG は俺はかぶってますねやっぱりジョイがかぶってかぶってますちょっと一緒に行こう行きましょうチェイちゃんも一緒に行こうそのかぶってるとこ行こうかぶってるから行こうかぶってるかぶっちゃってるその話じゃないですよねそっちのかぶりも今日見えちゃいますねいや俺かぶるよお邪魔しまーすえユージあれちょっと待ってどうこれえちょっと待ってあれよジョイの被ってる相手はあれお前何いやいやいや何自分で何してんのちょっとやっぱジョイとユージが被ってるといろいろと、はい、じゃあその被ってる2人っていうのがね、はい、どこまで本当に似てるんだろうかとオーラとか含めて、はい、そういうのをちょっと一回、はい、もうちえちゃんに見てもらおうということで、はい、今日ちょっと来ちゃったの本当に見えんの見えますどうなんすか今もう見てから本当に見えるよえ今ヘラヘラするんですかえっだからユージなんかさっきも俺の顔面見て超笑ってたんだけど違うジョイの顔はスピリチュアル業界ではもうめちゃくちゃ面白いかもしれないねでイコールお前もじゃん、まあほら2人はでも何と思ってないでしょかぶってることいやだから、うん、その思ってないって言ったら変な感じなんですけど、うん、だからユージがかぶりに来てるからいやいやいや違う俺マジで思ってこれはマジでかぶりに来てていや違う違うお前俺喋んだ俺一回どっちが先デビューは俺の方が早いんですけど僕は知らなかったのよユージのことはいや意識してないですよだから確かに俺の方が先にデビューしてますよで髪型とか今全然違いますよ今はね、うん、ただ一時期ね俺の髪型、俺ずっと短髪なんですよ黒髪で、うんうん、一回黒髪短髪にし始めてだんだん俺に寄せてきてる感があったんですよ途中で見た目からどっちが常に本当は先にやっていやだから結局は俺が先頭を走ってんですよ走ってて好きなだけ吠えていいのよじゃあスピリチュアル先生はスピリチュアル先生スピリチュアル先生は見抜いてるからこのどっちがこれだけなのかじゃあ現段階でもう見えてることある
あるって、はい、じゃあゆっくり見てもらいましょうか。見てもらおうよ、ね、だからほんと白黒はっきりつけるよ。本当はどっちがリードしてるか見てもらおう。いや場合によっちゃ片方引退ですから。いやそれはマジで。じゃあ、ね、じゃあ結果、うん、真似してるのあなたです。はっきりした場合、うん、引退する気ありますね。あありますね。私ありますよ。わかりました。さあ今日片方が引退です。さあ別室移動です。行こうよ。行きましょう。とんでもないことになった。キャラかぶりのユージとジョイがスピリチュアルタイムで対決。果たして芸能界で生き残るのはどっちなのか。さあじゃあまずどちらから見ていきましょうか。まずはじゃあ正面にいるユージからいく。はい、じゃあはい。じゃあうわ怖いな。大丈夫かな。じゃあまずはユージ君をダウンロード。チエちゃんお願いします。チエの不思議な能力の一つダウンロード。ユージのオーラを受信し性格やその人間性を見通すという。さっきも俺の顔面見て超笑ってたんだけど。ジョイの顔はスピリチュアル業界ではもうめちゃくちゃ面白いかもしれないね。でイコールお前もじゃん。ほら2人はでも何と思ってないでしょ、かぶってること。いやだから、うん、その思ってないって言ったような感じなんですけど、うん、だからユージがかぶりに来てるから。いや違う違う、俺マジで、これはマジでかぶりに来てて。いや違う違う、お前俺喋んな。俺一回どっちが先デビューは。俺の方が早いですけど、僕は知らなかったのよ、ユージのことは。いや、意識してないですよ。だから、確かに俺の方が先にデビューしてますよ。で、髪型とか今全然違いますよ、今はね、うん、ただ一時期ね、俺の髪型、俺ずっと短髪なんですよ、黒髪で、うんうん、一回黒髪短髪にし始めて、だんだん俺に寄せてきてる感があったんですよ、途中で、見た目から。どっちが常に本当は先にやってる。いや、だから結局は、俺が先頭を走ってんですよ。走ってて好きなだけ吠えていいのよ。じゃあスピリチュアル先生はスピリチュアル先生は見抜いてるから、このどっちがこれだけなのか。じゃあ現段階でもう見えてることある。はい、あるって。じゃあゆっくり見てもらいましょうか。見てもらおうよ、ね、だからほんと白黒はっきりつけるよ。本当はどっちがリードしてるか見てもらおう。いや場合によっちゃ片方引退ですから。いやそれはマジで。じゃあ、ね、じゃあ結果、うん、真似してるのあなたです。はっきりした場合、うん、引退する気ありますね。あありますね。私ありますよ。わかりました、はい、さあ今日片方が引退です。さあ別室移動です。行こうよ。行きましょう。とんでもないことになった。キャラかぶりのユージとジョイがスピリチュアルタイムで対決。果たして芸能界で生き残るのはどっちなのか。さあじゃあまずどちらから見ていきましょうか。まずはじゃあ正面にいるユージからいく。はい、じゃあはい。じゃあうわ怖いな。大丈夫かな。じゃあまずはユージ君をダウンロード。チエちゃんお願いします。チエの不思議な能力の一つダウンロード。ユージのオーラを受信し性格やその人間性を見通すという。何これ、何これ。ユージ堂々としてる。いやいや今やばい、ちょっとなんか吸い取られてる気がする。なんか何これ、やばい。ちょっといいですよ、なんか言ってください。ジョイさんこっち来てもらっていいですか。えなんかジョイさんがこっちです。どういうこと。だからオーラが被っちゃう。えオーラが被る、うん、色同じなのかな。二人を離して座らせた知恵、こんなことは初めての出来事。一体どうしたのか。だ。ジョイ、僕はジョイですね。こっちあなたジョイさんね。僕ユージですね。ユージさん。ただ今ね目線とね手の方向は完全にユージです。どういうことですかこれは。数年前よくやったパターン、世間の会でね。よくどっちだっけっていうパターン。どっちはもうそうですね。よくありましたもん本当に。でもねなんか、うん、ユージさん今年すごいいい気がする。うわ。すごいいい気が。いや、いい気が、うん。ありがとうございます。なんかドラマの話とかもちょいちょい。もう言おうって。え、言おうとした？そうそうそう。あ、ドラマ？とかでも他にもいろんな面でそう。ドラマっていうのが見えてるみたいよ。いや、まだちょっとわかんないですけど、お話はなんか相談されたりとかし始めたんですよ。今までなかったんでそういう話が。演技の話はなかった今、うん。あんまりなかったんですけど、どうですかとかそういう話はされてて、で僕としては前向きでやっぱやりたいので。
かぶり疑惑が実証されたところで早速ターゲットにネタバラシ。どうもこんにちは。いやいやいや、ジョイさんどうも。こちら吉大生千恵ちゃんです。初対面。え、初対面ですよね。初めましてです。どう生ジョイは。いや笑ってんじゃねえよ。何いや失礼だろ。生ジョイ生ジョイ生ジョイ生吹き出したやつあんまいないですよ。どうしたの。めっちゃ受けますね。めっちゃ受ける。何にも受けねえよ。いってて。どうした。急に股関節の筋肉急に立ったら急にだけど。なんか隠そうとしたからでしょ。どうなんですか。いやあるよ NG は俺も。ちえちゃん全部言いたいっていうか、じゃあしょうがない、それはもうじゃあ見えちゃったらしょうがないねって話をさせてもらって、させてもらってじゃなくて、いやだよ、いやこちらの意見もあるわけだから、今日させてもらって、いや今日はかお願いします。今日実名でお願いします。実名で、実名で何よ。実名実名見えた場合実名で。やめろおちゃん。いやただ、ね、やっぱジョイはやっぱかぶっちゃってるね。かぶってますね。やっぱりジョイがかぶってかぶってかぶってます。ちょっと一緒に行こう。行きましょう。ちえちゃんも一緒に行こう。そのかぶってるとこ行こう。かぶってるからね。かぶってる。かぶっちゃってる。その話じゃないですよね。そっちのかぶりも今日見えちゃいますね。いや俺かぶりだ。お邪魔しまーす。え？ユージン。あれちょっと待って。どうこれ。え？ちょっと待って。あれよ。ジョイのかぶってる相手は。あれ？お前何？いやいやいや。何？自分で何してんの？ちょっとやっぱジョイとユージが被ってると、いろいろと、はい、じゃあその被ってる2人っていうのはね、はい、どこまで本当に似てるんだろうかと、オーラとか含めて、はい、そういうのをちょっと一回、はい、もうちえちゃんに見てもらおうということで、はい、今日ちょっと来ちゃったら、本当に見えんの。見えます。どうなんですか。今もう見てるから、ね、本当に見えるやつ。え、今ヘラヘラするんですか。え、だからユージなんかさっきも俺の顔面見て超笑ってたんだけど。違う、ジョイの顔はスピリチュアル業界ではもうめちゃくちゃ面白いかもしれないね。でイコールお前もじゃん。今これはマジで来て、カプリに来てて。いや違う、お前俺喋んだ。俺一回どっちが先デビューは。俺の方が早いんですけど、僕は知らなかったのよ、ユージのことは。いや意識してないですよ。だから確かに俺の方が先にデビューしてますよ。で髪型とか今全然違いますよ今はね、うん、ただ一時期ね、俺の髪型、俺ずっと短髪なんですよ、黒髪で、うんうん、一回黒髪短髪にし始めて、だんだん俺に寄せてきてる感があったんですよ途中で、見た目から。どっちが常に本当は先にやって。いやだから結局は俺が先頭を走ってんすよ。走ってて、好きなだけ吠えていいのよ。じゃあスピリチュアル先生は、スピリチュアル先生、スピリチュアル先生は見抜いてるから、このどっちがこれだけなのか。じゃあ現段階でも見えてることある。はい、あるって。じゃあゆっくり見てもらいましょうか。見てもらおうよ、ね、だからほんと白黒はっきりつけるよ。本当はどっちがリードしてるか見てもらって。いや場合によっちゃ片方引退ですから。いやそれはマジで。じゃあ、ね、じゃあ結果、うん、真似してるのあなたです。はっきりした場合、うん、引退する気ありますね。ああ、ありますね。私ありますよ。わかりました。さあ今日片方が引退です。さあ別室移動です。行こうよ。行きましょう。とんでもないことになった。キャラかぶりのユージとジョイがスピリチュアルタイムで対決。果たして芸能界で生き残るのはどっちなのか。さあじゃあまずどちらから見ていきましょうか。まずはじゃあ正面にいるユージからいく。はい、じゃあはい。じゃあうわ怖いな、大丈夫かな。じゃあまずはユージ君をダウンロード。千恵ちゃんお願いします。千恵の不思議な能力の一つ、ダウンロード。ユージのオーラを受信し、性格やその人間性を見通すという。何これ、何これ。ユージ堂々としてる。いやいや今やばい、ちょっとなんか吸い取られてる気がする。なんか何これ、やばい。え、ちょっといいですよ、なんか言ってください。ジョイさんこっち来てもらっていいですか。え、なんかジョイさんがこっち、いやこっちです。どういうことオーラが被っちゃう。え、オーラが被る、うん、色同じなのかな。二人を離して座らせた知恵、こんなことは初めての出来事。一体どうしたのか。はい、分かりました。さあ今分かったことをじゃあちょっと教えてください。オーラの色だけで言うと、はいはい、やっぱり
黄色が強いんですよね。黄色ってなんだっけ。黄色陽気とか好奇心旺盛とか。